それでは、本日も始めさせていただきます。話しか2人でさあ何話す第49回でございます。はい、今日はですね、まあ、私の林家ボタンの家から、お送りしますけれども、お相手は柳家さんの助といきなり来た。はい、そうです。はい、で、二人でお送りいたします。はい、はい、そうか、とって言っちゃいけないんだ。そうそうそう、あなたも言うんだと思ってたから。そうそうそう、いやだから 先々週もここからだったわけでしょ。そうです、先々週もそうです、ね。はい、年末スペシャルと、年始スペシャル。そうそうです。であとずっとどうなるか分かんないみたいなね。自由に、うん、そんな感じで、はい、いやいいですね。今日はね、はい、YouTube でも同時配信してるんですけど、はい、まあ音だけの方は分からないんですけど、我々ちゃんと着物を着てるんですよね。着物着てますよ、ちゃんと、はい、やっぱり失礼があっちゃいけないっていうんで。私なんか黒紋付き着ちゃってんだから。私後で写真ね、Twitter の方にもあげますけど、皆さんもね、あの聞いて、あの感想謎は、うん、はい、ハッシュタグ3ボタンでね、はい、ぜひすべ、あ、それを見る手立てがない、ね、あ、そう、あれをあの、うん、してください。リンクをね、リンクをなんとか、ちょっと待って、どうしようどうしよう、ね、これは、はい、じゃあちょっと喋ってて、まあ、喋ってますよ。そうなんですよ、もう、ね、家でね、もう着物を着るっていうことがね、不自然ですからね。そうだね、うん、だからさ、この間はさ、なんかスタジオみたいだねなんつってたけど、うん、この感じと着物はあまり合わないっちゃ合わないんだよ。合わないですね。ね、不思議な光景ですよ、ね。はい。そうだと、私、まあでも今は、あの、うん、割とオンラインで配信でこう、ズームを使って落語をこう披露するっていうことが、うん、去年はすごく多くて、うん、あの普通にそれで営業もあのしましたね。ああの JA 石狩。じゃあ、綾人さんの、あの義理の弟さんが JA で働いてるからっつって、うん、あの石狩です、石狩町の JA の女性部の集まりに、Zoom で、うんうん、その仕事来た時は、うん、わあ、やったー、やった、石狩行けるって思ったら、うん、オンラインで、うん、みたいな、こういう時期であるから。いや、うちで相当着物を着る機会が、そうなんです、家で着てたんです。あったっちゅうことだよね。はい、そうなんです、うん。家で着物着て、うん、あの画面に、MacBook に向かって、うん、なんか、皆さん、こんにちはみたいな。うん、なんかチュリさんが着物のことを聞いてるの、はい、ちょっと待って、なんか色無地ですかって。あ、これ色無地です ね。これはね、あのこれはそんな、あのいい着物じゃありません。これは多分あのタンス屋とかそういう古着屋で買ってるような、うん、あの決して高いものではありません。ヒデコの着物はちょっと高いので、さすがにあの飲食するときは、はい、そうですね、色文字で、まあ、黄色、卵色ですね、厳密に言うと。ちょっと黄色がかった、これあの、あの自分の、まあ、こだわりってわけじゃないんですけど、あの人、吉永小百合さんが、うん、ビエラ、あれ亀山モデルなんですか、アクオス、歴史をアクオスだかビエラだか、とにかくなんか 4K のなんかハイビジョン、うん、ハイビジョンとか、なんか高画質のテレビの、うんうん、あの広告で着てた着物が素敵だったので、うん、それを真似して買ったんですよ。おー、あ、そういう着物着てたね。そう、着てましたでしょ、うん、あの広告で、うん、それをね、真似して買ったんですけど、うん、へー、ね、探すの大変だったんじゃないの。そう、そうですね、なかなか適切な色っていうのがね、うん、でまたこうライト当たって講座で見える色ともね、うん、また違いますんで、ね、でもお正月らしいいい着物ですね。なので、まあ、あの、うん、私もお正月しか着ないですね、うん、普段はもうちょっと寒色系っていうか、髪の毛を切った後、うん、まあ、ブルー系かね、うん、あ、乾杯しないと。あ、乾杯ね。そうだそうだ、乾杯しましょう、はい、皆さん、もう明日から仕事とかそういうこと言わないで乾杯しましょうね、うん、はい、もう今日はね、YouTube にもコメント入ってるしね。そうそうそう、それからあれ、ね、3ボタンの方にもいただいてるんで、ね、ありがとうございます。大変なんだ、両方拾うっていうのはね。そう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 、今日はね、私が持ってきたお酒なんですよ、はい、もう Twitter の方には上がってるよね、はい、あ、それね、ちょっと開けて、一遍閉めてくれる、はい、閉めて、それ薄濁りなんで、はいはい、ひっくり返してください、一遍ゆっくりと、ほいーっと、はい、で、折りが下へ折りますんで、で戻して、はい、それで飲むというね、はいはい、これお作法ですか、薄濁りのお酒のね、はい、はい、じゃあ、まあちょっと勝手についておきますね、はい、はいはい、ありがとうございます。あ、これ、この音言ってんじゃないかな。いいですか。うん、三森さんは後ほど送迎業務があるからノンアルで待機だそうでございますよ。お迎えとかね、あるとね、残念ね、
ね、まあでもまあいいじゃないですか、またゆっくり、ね、よかったら帯結びも見せてください。いや、見せられない、見せられない、実はズルしてるんです。ごめんなさい、ズルしてるの。チートだそうですよ。帯は、ごめんなさい、あの着物はちゃんと着たけど、帯は誰からも言われないと思って、うん、これは半幅です、うん、半幅のポリエステルです。はい、だそうです。9800円で買いました。もう値段まで言うことね、すいません、本当ごめんなさい。今日は着物をよく着る方が多いんでね、はい、お客様にも。でね、これね、あの、帯揚げしてれば、うん、お太鼓してると思わせるテクニックです。テクニックです。ハックです。ライフハックです。ライフハックね。もうそれ大事ですよ。はい。本当は半幅を占めてます、うん。誰からも言われないと思って、見えないだろうと思って、うん、実はやった。乾杯しましょう。服だから手抜きしていいんですよ。ある意味。はい。で、その、はい、薄濁りの鳳凰美伝というお酒を2人で飲みましょう。はい。乾杯。はい、よろしくお願いします。お願いします。うん、おいしい。うまいっしょこれ。甘いわ。甘いねこれは。おいしいですね。今日はね、ボタンさんがね、はい、いろいろおせちなんかも用意してくださってね。持っただけです。うん、いやいやいや、ほんとおいしくていいんですわ。でこれはね、YouTube で後ほど、YouTube の方には別撮りの VTR を用意してるんで、はい、このクラブハウスが終わってから、クラブハウスで流しても音だけになっちゃうんで、そうですね、届けたいと、はい。大変ですよ、2ついっぺんにやるってのは、ね。まあそうですね。2方面に、ね。一応写真も撮ってるんで、うんうんうん、ハッシュタグ3ボタンで後ほど。そうだ、後ほどあげましょうね。ちょっとね、あと母がちょっと気にしてるんで、あ、もう行く、もうやっちゃった方がね、もうね、そうだ、せっかちだからね。はい、今日はですね、毎回毎回お届けしている、はい、今週のひでこのコーナー、はい、これを生でひでこさんにつないで、今週じゃなくて今日のひでこ、今日の、とか今の、ナウみたいな感じで、電話するの?どうやってこれ喋ったらいいわけ、これ。あなたがまず出てよ。うちはまずそれが流れます。迷惑電話だもんこれ。ある意味。これ拾えてますか？来てんじゃない？大丈夫でしょ。大丈夫。まあ YouTube はちょっと無理かもしれない。こっちを中心に行きましょう。あ、もしもし、私です。あ、お父さん？お母さんさんいる？うん、あ、もしもし、私です。はい、今ね、朝言った、YouTube ライブと、クラブハウスっていう、アプリケーションの、はい、緊張しなくていいから。ほら、三之助兄さんってほら、来てくれたことあるじゃん。うんうんうん、浜松ボタンの。そのね、先輩がね、うちに来てね、いっぱい機材をね、置いてね、やってくれてるの。発音がね、うん、さんの好きだったじゃん。ああ、そうなんて言って、うんうんうん、そうかそうか、ね、そうそうそう、うん、今日何してた？今ね、東京でできるね、世界一周の旅っていうの。あ、食べ物ってこと？食べ物とかじゃなくて旅行するの。東京でできる世界一周っていうか、もう京浜か赤坂に行って見学して、うん、でその次にどっか行くっていうもんで、うん、ビデオに撮ってあるから、うん、そしたら今度は私らを都内で世界一周連れてってください。ああ、なるほどね。ちょっとそれ私がその番組見れば、あ、大体あそこってわかるような感じ。撮っとくでね。うんうんうん、うん、で、それもビデオ撮っとくから、うんうん、まあ、そうしたら私らを連れてってください、うんうん、行きましょう行きましょう。迎賓館を見てるだけど、うん、前にほら、ロシアのなんだっけ、エルミタージュ、うんうんうん、とか、あれを見てるみたくて。ああ、確かに、でも迎賓館中入ったことないわ。1500円で入れるの。知らなかった、本当に。結構取るね、思ったより取るね。これね、今ね、画面、正面玄関ずっと映してるだけど、うん、マルキエルミタージュだ。ああ、みんな似てるんだね。似てる。うん、ここどこ知ってる、忘れる、きっとエルミタージュっていうの。うん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 。だって、パリの時はそういうの見なかったじゃん。うん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 、うん、ね、そうだね、うん、宮殿じゃなかったもんね。宮殿じゃなかった。ルーブルはね、うん、オルセーは駅だったしね。そうそうそう、うん、これ行ってみようよ。うんうんうん、そうだね、うん、はあ、東京で行ける世界旅行、うん、明日に、明日に
アンティーも、うん、アフタヌーンティーね、うん、あれも5000円で、うん、イギリス気分を味わう。どこでイギリス気分を味わえるの？あの、外外でやってたから、あ、どっかあるんだろうけど。どこだいね、ホテルだろ。ホテルだね。どっかのホテルで。うん、うん。でもそれ多分ミミちゃんが詳しいから、多分イギリスのアフタヌーンティーについては。うん。うん、そうしましょう、そうしましょう。はい、うん。ああ、はい。ちょっとじゃあ、三之助兄さんに変わりますね。お母さん、明けましておめでとうございます。その節はお世話になります。いえいえ、もうずいぶん前になりますけど。前でもね、うちの弟がね、カズオ、まあ言うんです。はい、うん、なんかよっぽど気に入ったみたくて。そうですか。はい、かえ、カズオさん、カズオさんですか。カズコさんだったらよかったんですけどねお母さんのね、噂話をね、うん、毎週この番組でしてるんですよ、ね。あの、今週のひでこのコーナーっていうのがありまして。やだ。ねえ、もうね、うん、全国つつうらうら世界の裏側まで毎年、毎月、毎週ですね、様子が届いてるんですよ、今週のひでこさんのすいません。いや、一緒にロシアに行った時の写真とかも見せていただきましたし。でもね、最後にパリ行った時に、うん、友達が、あなたらよくもね、スリに合わなかったねって言われたの。ほんで、スリなんて合わないよって言ってたら、うん、あのね、スリに合ったの。しかも、盗んだのがウェットティッシュかあれでびっくりして落としたら、トシエがなんだそれって言って怒ったもんで、おいって言ったら、私バッグなんか開けてないって言ったら、取られてたの。うん、ティッシュを。そうです、うん、消毒、あのウエットティッシュ。ティッシュでよかったね、うん、お母さんね。本当だから、一番弱そうな人狙ったんだね。うん、確かに、はい、パスポートとかじゃなくてよかったよ。そうそう、で後ろからあの父親が、うん、こらーっつって言ったら、うん、みんなね、あの逃げてったんですよ、その。だからこらーっていうのは、あれ全世界通じるんだねって、そんな偉いけど変な家族でしたけどね。怒ってるのは分かったんですよ、きっとお父さんが。そうね、うん決まるんだなと思って。お母さんすごいいい声ですよね、なんかね。ちょっとないです、なんか美しい声じゃない。いやいや、ありがとうございます。なんかナレーションとかやったら良さそうだ。いやいや、なまってますから。なまってます。 ねなんかいつもこうやって毎日のように、あのボタンさんとお母さんは連絡を取っておしゃべりしてるんでしょ。朝ね。うん、朝定時連絡を。そうです。うん、でその中で面白かったものっていうか、もう全部面白いんですけど、もうそれをあの毎週皆さんにお届けしてるんですよそうですか。ね、だから何気なくずっとお母さんしゃべってらっしゃると思いますけど、みんな知ってますからお母さんがルイス警部見てるっていうこと、うん、そう、お母さんが失敗したこととかも全部皆さん知ってますからまあまあ困っちゃうね。これからもの面白い話をどんどん生産してもらって。はいはい、はいはい、きっとボタンさんもどっかの講座であの使ってると思うんですよね。使ってる、うん、ね、はい、娘の仕事の応援をしてあげてくださいよ。はい、ね、お世話になります。ね、あの、そのさっきの、その東京で世界一周ツアーをしたいっていう話がありましたんで、はい、あの、その時東京へおいでになる時があれば、はい、私も必ず一緒に伺いますので。面白いですよ、きっと。ね、きっと面白いと思う。こうやって電話で喋っててもこんな面白いんですから。そうですか？ね、孝太郎さんもついてくるのかな？期待と。あ、お客さんから今あの、うん、メッセージで、迎賓館は予約なしで見れます、迎賓館のお庭でアフタヌーンティーをやってます、教えてくれ。それを見たの、見てるの、うん、今、まあ、アフタヌーンティーいいじゃないですか、やりましょうやりましょう、お茶を飲んだりするってことよ、うんうん、はい、うちのお父さんもね、昨日ね、変な話をしてね、うん、あの裏、うかいのうのように口に何でもすぐね、飲み込んじゃって、こくんこくんやるもんでね、うん、うん、だからね、首をキュッてやればね、ポンって出てくるってね、うん、
あの義理の妹の旦那さんに言ったらね、うん、その旦那さんがゲラゲラ笑って、まあ、うちの父親がね一回飲み込んだものを首キュッと押さえたらピュッて出るよっていう、うん、長良川の海みたいにってことですね。そうそうそう、よくかあとかま噛んでないから、うん、きっと出ると思います。あの近田家はお正月はずいぶん大勢集まってんですか？そういうことないです。そうなんですか？入れ替わり立ち替わり。ああでもお母さんほらいろいろ支度したりするの大変よね。あ、お餅作ってた。もうそんなあんまりしないけど、お餅だけはまあ、うん、お雑煮、お餅をつくの。あ、つくの、うん、でお雑煮も作るんでしょ？はい、作ります。あの近田家のお雑煮はどんなお雑煮なんですか？前坂流で、前坂流、うん、浜名湖のね、そう、浜名湖の方のあれで、あの里芋を、うん、里芋と大根、うん、を入れるんです。あで、ちょっとけんちんみたいな感じ。うん、もう前の日に里芋、みんな里芋と大根は、うん、ひたくひたく茹でてあるっていうか、うん、おーおーおー、水の中に大根と里芋入ってお餅が入る。ああ、おすましの。そうです、そうです。ああ美味しそうね。さっぱりしてます。へえ、じゃあ今度来年の正月あたりはあの浜松からこれをやる。それもまたいいね。あ、でもすみません、うち Wi-Fi 環境がないのでインターネット関係ないな。なんとかするなんとか、はい、ね、はい、します。いや、はい、ぜひまたあのお母さんにお目にかかりたいので、はい、あの今年の私の目標として、はい、あの会う、お目にかかるってことを目標にしておきたいと思いますので、ね、はい、ありがとうございます。お母さんお元気で、またね、はい、ありがとうございます、会いましょうね。お願いしますね。はい、いません、ありがとうございました。はい、あ、お母さんありがとうね。もしもし、切れた、切れちゃった。お母さん来ちゃった。切れた、切って、うん、いいね、お母さんね。いきなりだって何にも言ってないのよ。お母さん何してたのって、うん、世界に東京でできる世界一周の旅見てた。うん、なんかほら、いろやっぱりあのいろいろ足さないと、うん、あの完成しないね、話はね。そうそう、やっぱり目の前のことをビヤーって喋るから。そうそう、だからいきなり、うん、あの和夫がさ、だからカズオって誰だよ、って誰だよ。私は分かってるけど、三之助さんがカズオ知るわけないのに。いやいや、カズオって言われてもな、カズオがすごい、ね、しょうがないからカズコの方が良かったなって言っちゃったもんね。そうそう、うん、いやでもお母さんさ、よく喋るね、やっぱりね。え、本当に？いや、だから今全然喋ってない方ですよ。本当？いやだからさ、今口数やっぱ、あ、やっぱギャラリーっていうか、なんかオーディエンスがいるとお母さん口数少ないなって思いました。あ、そうなんだ。もっと普段はバーって喋るの？いや、あのテンションでなんかツッコミどころがないような感じ。そうなんかね、あのポイントがないんですよ。なんかこう、あのトークでこう入っていくタイミングがない感じ、うん、そうだからずっと喋ってもらってた方がいいかなと思って、今マイクにさ電話をずっと近づけてたんだけど、あのだから会話をするっていうよりはやっぱり報告を聞くっていうあの感じになるんだね。双方向ではないんです、ね。うん、いやでもお母さん本当にいい声だと思ったけどな。そうですか、そうですか、うん、ありがとうございます。面白いんですよ、で皆さんから景品館の情報嬉しいわ。いやだこれあの実際もう本当にさ、はい、あの近田夫婦とさ、はいはい、あの親子、みんな親子かで俺もそこへ参加できたら、はい、これあの本当動画回しますから、ね、景品館はちょっと、うん、中は多分撮れないかもしれないですけど、まあそうなんだ、うん、なんか撮れるところだ。いやもうほらよくあるあの門の前とかで、はいはい、はい、そういうわけでございましてあのもう番組みたいにさ、ただもううちのお父さんとかすごい、うん、あの絶対カメラ目線しないんですよ、うん、この写真でもそうですけど、うん、どっか見てるんです、うん、あ本当だね、カメラ目線が恥ずかしいみたいな、うん、お父さんに自己紹介ぐらいしてもらうよ、そうなったら。だからどういうことになるか大変ですよ、カチンカチンになりそう。あ、うちの師匠が、うん、あのまだ入門して1年目で、うん、あ割となんかさあの入門した時に師匠が親を連れてきなさいっていう一問があるじゃないですか、うん、うちはなかったんですよ、反対してなかったの。ああそうなの、そう、うん、であの静岡県内の仕事にうちの師匠が来た時に楽屋に挨拶に行くっていう形を取ったんですよ、うん、で、まあ、その、あの隣の隣の袋石っていうところに、うん、うちの師匠とあと誰だろうな、なんか、うん、たまる師匠じゃなかったな、誰かと、まあ、二人会みたいな感じで、私が前座で行った時に楽屋に来て、で、母親は、どうもすいません、もう、その、ボタンの母でございます、もうね、本当にしつけがいい人の間になくて申し訳ございません、本当に、むしろよろしくお願いします、みたいな、パーパー、
パパ喋ってるんだけど、うん、お父さんは何か言わなきゃと思ったら、うん、舌がつったの落語見たくないか舌がつっぷるってちゃっちゃってやつあるよね、うん、みたいな感じよろしくお願いしますって多分言いたかったんだと思うんだけど、うん、舌がつってたら喋れないわ、まあ、本当に多分緊張してうちの師匠の目の前に出て、うん、でもすごい緊張して父は、うん、で母はもうすいません本当にもううちの人いつもこうなんですみたいな痛らなくてすいません人とかないとかありますけど、うん、よろしくお願いします、うん、みたいなプワッうん、そこにだってコンペイ師匠が何かを言う隙がないもんね。ない今だって一回もコンペイ師匠のセリフが入ってこなかったもん。入って入れなかった。うん。じゃあもう黙って見てたんだ。ですね。はい。あ、お母さん。お母さん。わかりました。そういった意味で。ボタンさんも一生懸命やってますから。はい、大丈夫です。みたいな感じで。で、去って。わーっつってうなぎパイ置いて。すごいね。うなぎパイ置いて帰る。コンペイ師匠に喋らせないってなかなかだよ。ね、あのマシンガントークのコンペーションしても入れなかったっていう。いやだから多分ねうちの母が楽しそうにキラキラしてくるから、うん、ファーってくるから、うん、その悪意があるわけじゃないから、うん、いやサンボタンの方にもね、はい、声の感じがボタンさんに似てますよって秀子さん遺伝です遺伝です、うん、いやいい声だよね、うん、なんかさほらママさんコーラスをやってる人みたいな声だったと思うけど歌はね、うん、あんま本人は好きじゃないというか、うん、歌わない、うん、鼻歌とか歌わない母あそう実は歌は父の方が好きです、うん、まあまあレモンとか歌わない歌わないそういうのが CM ソングすら薬さんだりしないもう歌は苦手だそうなんだこれなんかいつかしずえさんにも出てもらいましょうよ、うん、あ今日ねしずえちゃんの誕生日、はい、え1月3日まで1月3日しつえて連絡しましたかしてないだってしないのに普段しないのに急にしたらおかしいじゃんなんかちょっとみんな三之助さんしずえにお誕生日おめでとうって言うようにちょっとたきつけていやいやいやだってもう長年言ってないのにさこの番組の企画でおめでとうって言ったらおかしいでしょおかしくなると、まあ、そういうことでね、まあ、言わなきゃいけなくなったけど、うんまあ、母さん健康に留意して留意してそうねもうそう長生きしてねうん、いやいつもねちゃんと心ではそう思ってんのよそう男の人はね、うん、心で思ってればいいと思うし全然伝わってないからいやそれは伝わってはいないんだろうけどなんかもう長年そういうこと言わないからいやいや、うん、ダメだみんなちょっとみんな佐野助さんに自然ママに誕生日おめでとうってだって用がないのに電話しないからさメールするとか LINE とかあそうだね LINE とかだとそうなんかスマホになったんだよ、うん、最近ねだからさ、うん、ね、うんなんかママン誕生日を見てくるんママンみたいなねそう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 あいいよねじゃあこれ終わったらちょっとしますよなんで終わってからの私なんか今したのにじゃあ今メールしたらどうなるかあ、ね、メールなんかわかんのかなでもねあうちのメールです、うん、そうそううちの母はねあんまり携帯まめに見ないと思うんだよね、うん、でも一応してみようかじゃあ、うん、この、 あの配信中に返事があったらじゃあご紹介するないかもしれないうん、ねうんもうさやり慣れないからさたどたどしいよこっちも、うん、それじゃああでもどうだろうなあでも返事は来たことない俺何回か要件は送ってるけど返事は開封済みしかしてない返事書けないんじゃないかな書くのがね、まだまあ、めんどくさいっていうね、うん、うちの母親はあの電報みたいな返信をしてきますから、うん、じゃあママンお誕生日おめでとう、びっくりマーク、うんうん、っていうのを今送りました、はい、返信あるといいな、番組中にないや返信はないと思うよ、開封になったらもう万々歳だと思う、うん、なるほどだ長年そうだからさって、うん、毎日定期連絡してるさ、まあね、親子とさ、まあね、用がなきゃっていうのとさ全然違うんだからでもそれはそれで均衡が取れててさ、まあ、今その均衡を破ろうとしてるからいやねえ、しましょうよ弟さんはお近くにお住まいなんですか弟は一緒に住んでるのあじゃあ、うん、あ、そっか、それもあるからね、うん、一緒に住んでるってさ、まあ、あんたんともそうなの、うん、うちはね、あの姉は車ででも30分ぐらいかかりますね、あ、そうなんだ、でも一緒に住んでるとさ、親子ってさ、全然変わらないんだよね、そうそうそう子供の時とさ、そうそうそうで、こうやってうちを出ると、なんかこう、帰った時にはお客さんみたいな感じで出迎えられて、うん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 、だから俺の弟と私はもうなんか親子の関係は違ってるよね、うん、やっぱりうちを出た人とそうでないとってね、
くだらねえことで喧嘩してるもんね、だからうちにいる者同士は。確かに、うん、俺と母親もそんなことじゃ喧嘩はしない、まあ、そもそも喧嘩、そう、そもそも喧嘩をしないからさ、他人ですもんね、うん、どっかやっぱクッションがあるし、お互いね、うん、遠慮みたいのもありますからね、うん、でも俺詐欺に会わなくていいですね、弟さんと一緒に暮らしてるし、うんうん、ママンに電話って書いてある、ほらやっぱみんなママンに電話して、ほらママンに電話だよ、電話はびっくりするよ、みんな終わったらじゃなくて、いやいやいや、今ほらお電話、今お電話、ママに電話マジかよ、ちょっと電話してみようか、じゃあ出るかな、ちょっとこの番組はほらテンションさ、そんなに上げないこの番組はテンション上げないことが良さだけど、どうかな、出ると思う、うん、これのことは言っても分かんないから、普通に電話するからね、もしもし、もしもし、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、あのね、今日お誕生日でしょ、ね、それだからちょっと電話してみたんだけど、あーそっか、うん、ゴロゴロしてるよそう、元気、うん、元気元気、うん、ここの日まで仕事休みながら、うん、うん、あ、そうなの、じゃあ寝正月だね、そうそう、うん、いつもの通り寝正月風邪ひいてない、ひいてない、あ、そう、外は甘いでないもん、あ、今年はお正月はどんな感じなんですか、今年の正月は2日の日に実家に行って、うん、友ちゃんが来ててさ、友、うん、ちゃん夫婦だな、うん、あとはゴロゴロだよ、あ、そう、だいたいゴロゴロね、うん、渡るが、あれ、昨日から3日間、明日まで休みだ、休み、うちにいんの、釣りに行ってるよ、毎日、あー、弟はあれだもんね、釣りの YouTube やってるからね、見たことある、ないの？大変面白い YouTube を渡るがやってるんだよ。あ、ほんとしんな。うん、ヒラメを釣る YouTube。あと、この間なんか善光寺、善光寺じゃねえや、高野山に行ったでしょ。うん、うん。うん、そのビデオも上がってたよ。あ、ほんと。うん。知らないよ、これ。わかんないよ。せっかくスマホ買ったんだからさ、うん、見なきゃ。だからどうやって見るかわかんない、うん、まあ渡るは言っても教えてくんないだろうな、きっとな、そうそうそう、うん、それでちょうどいいんじゃないのそうっすか、うん、まあお元気でね、またちょっと、うん、ちょっと今年また行けるかわかんない、会がないからね、うん、うん、まあ友達できるようになったら帰りますんで、うん、うん、あのさ、だからあの人が年取っちゃってね、本土さんがそう、あ、コカワドさんが年取った、すごいよ、だって前からだけどさ、うん、上田さんがやってくれればな、うん、一番いいんだけどさ、うん、そうね、あの人が一番お母さんより一個下だから、うん、やってくれればいいけどね、うん、お母さん今年いくつになったんですか、お母さんは、私ですか、うん、69歳になりました、そうですか、よくもまあ元気で、うん、本当だね、よかったわ、うん、俺も今年じゃあ、49になるってことか、そうだよ、そう、いつもね、母の年から自分の年を計算するっていうことをやってるからね、うん、うん、いいじゃん、でもあんたのこのあれはいつも見てるからさ、何なんだっけ、三之助のさ、うん、あれ今日だっけ昨日だっけ、うん、昨日か、あの寄せ行ったでしょ、うん、あ、YouTube? うん、あら、家帰ってきてすぐほら、うん、なんかやったのとか、うん、しずえちゃん見てんの俺の YouTube、 あら、まあ嬉しいわ、あと、この間ボタンさんとなんかやってたのも、うん、今ね、目の前にボタンさんがいるんですよ、本当、うん、それでね、この音は全部今 YouTube に流れてんの、なんで、いや、その、そういう遊びをしててね。あ、そっか。うん。うん、ボタンさんとお話します？お母さんはどう？お母さん、すいません。あの、以前、あ、ボタンです。どうも、ご無沙汰しております。以前、あの、お見川にね、あの、小泉市長の会で、はい、うんうん、あの、お母様お見えに、なった時に、ものすごい、なんか、あの、最初、お姉さんが、あの、お見えになったんだと思ったんですよ。
三之助愛さんのお姉さんが来たって言ったら母ですって言ってものすごいびっくりして、で今このお電話の前に私の母にも電話したんですよ。近田秀子72歳に電話して、はいはい、でみんなで聞いてたんですけど、うん、今日はね新春お母さんを引っ張って、そう本当ですね、うん、あれからね、うん、10年ぐらい経ってますね、うん、もう結構年取っちゃってまたまたそんなないですよ、もういやでもびっくりしました、なんかお母様60代っていうことにもうちょっとびっくりしましたので、でも引き続き、はい、二十歳違いだから、うんうん、そうです、いまだに二十歳違いですよね、この差は埋まらないんで、埋まらないですよ、うん、はい、なんでね、お体気をつけてお過ごしください。はい、ありがとうございます。どうもね、またね、うん、じゃあね、はい、どうも、はい、終わったすごい、この回はちょっと今回のこれで何人、うん、そんなに人数聞いてないかもしれないですけどこのクラブハウスはね、うん、すごいですよ今日は、ね、これ YouTube 音届いてないでしょ、これどうなの、これちょっとね音が小さいからさ、まあ後でまとめて YouTube に上げるときにこっちの音を使ってうまくやりますからね、まあキョンとか勘弁してくださいな。いやー、ね、いやでも大丈夫、みんな盛り上がってる、お母さんお誕生日おめでとうって、まさかしずえさんの、うちの母はめっちゃおしゃべりだからいいけど、 うちのしずえさんはそんなしゃべんないんですけど、うん、まあでもしゃべるときはやけにね、うん、もう今日しゃべった方だと思うよ。そうですよね、うん、ね、だって別に喋ることないのに なんか繋いで喋ってたもんね、うちの母親もね、特に内容はなかったように思えるんだけど、でも、うん、弟さんの YouTube 気になりますね。そうなの、弟の YouTube はね、まあ相談が来たの最初、なんか俺 YouTube やりてんだけどなんかカメラとかどうしたらいいんだろうみたいなのがあって、面白い、それで俺はもう先にやってたから、うん、だけどまあ俺はちょっとマニアックだからさ、うん、まあ簡単に撮れるのはこれかなとかあれかなとかって言ってさ、それでしばらく放っといたらね、結構ちゃんとやってんの。編集ソフトとかも進めたんですか。そうそう、で、うん、基本ねなんかね、うん、なんだろう、携帯とかでやってんじゃないかと思うんだよね。まあ、そうでしょうね、うん、多分ね、ガソンなんかね、そうスマホかなんかわかんないけどさ、うん、であとは GoPro っていうここにぶら下げられるアクションカメラがある、うん、でそれ釣りやるときなんかここにカメラぶら下げといてこうやってやればさ、いい絵が撮れるから、で魚撮れるわーって、そう結構ね魚釣るんだあいつ、ヒラメ、こんな座布団みたいなヒラメ。興味深いのは、うん、撮る技術とか編集とかができるのと釣るのが、ね、うん、その技術がさ、うん、どっちなんか撮る技術がすごすぎても釣れなかったら面白くないじゃないですか、うんうんうん、番組としても、うん、な両方をやっぱりやる。そうで弟の YouTube は多分釣れないとダメなんだよね、うん、っていうのはね、うん、ほとんど喋んないの。それもさ、田舎弁丸出しでさ、それは畑の人なんだから、うん、それでもうテンションも低いわけ、はい、こう、お、釣れたとか言ってんの、すげえ、でげえとか言ってるだけだから、そのおしゃべりとしてはひどいんだけど、俺はね、そういうのが素直で好きなのよ。で、弟のこと知ってるから、あいつにしちゃ頑張ってんなみたいな感じで、すげえとか言ってんのだからね、みんな全員 YouTube やった方がいいと思うよと、みんなそれぞれうまくやろうとしないで、だから家族ももうだからね、秀子さんだって YouTube 始めた方がいいんだよ、だからもうそれ紹介するだけでいいんだからね。そうするとね、なんとなくだけど、まあ会ってはいないわけ、随分だけど、はいはい、なんとなく元気なんだなってことはわかる。 YouTube 出すって結構元気じゃないとできないから、あ、元気なんだなって。いいこと言う、 YouTube 出すって元気じゃないとできないから。いや、そうなんだよ、だから滞ったりすると心配するじゃん、それ俺どうしたのかなって、ね、なんかね、トラブルでもあったのかなって、うん、で、なんか旅行行ってさ、はい、旅行の動画上げたりしてから、おお、こいつこの野郎この最中に旅行なんか行ってやがってみたいなさ思うんだよね。 いいことですね、うん、面白いな、面白いよ、うん、まあ付き合いがないって言えばないから、男はね、本当、うん、男兄弟の人たちって全然、こっちはだって毎日姉からもさっきの LINE がね、うん、さっき何どんな LINE が来たんですかね。さっきは、うん、ですね、うん、修善寺虹の里で、うん、長女が皿を回してます、うん、私何 DJ 皿を回すだね、皿回すって普通今は DJ のこと言う、ね、そしたらこうやって、うん、メイコがお皿をここにで
皿、本当の皿回しやってたの。そう、多分なんか器用な子だから、うん、なんか多分できたんだと思う。できたらすごい楽しいからずっと皿回してんだ。もう誰にも止められなくなってる。そうそうそう、ずっと皿回してる。いや、私ができたらずっとやりますよ、あれは。だって紅白の歌手だってずっとけん玉やってんだから。そういう感じで、うん、できるんだったらやっちゃって、ずっと皿回してますっていうメールが来て、うん、じゃあこっちは、うん、あのこれから三之助兄さんと YouTube ライブやるよっつって、うん、お料理の写真とカメラをしたら、うん、あー見たことある先輩だーって面白いし、見たことある先輩だ。俺は部活じゃないんだからね。そういう、あ、虫がいる、虫が入ってきた。どこから来たのこれ。もう明るいところへ集まってきたよ。あ、ボタンさんがこれからね、虫と戦いますから、私はこれと、あ、いきなりパンってきた。一発、うん、取れた、本気で、うん、すごいね、一発で仕留めたね、すごい。あ、うちの弟はね、あ、ちっちゃい頃、いくつかな、4歳か5歳ぐらいの頃にびっくりした特技があってね、はいはい、ハエをね、はい、捕まえるんですよ。いますよね、こう掴む人いますよ、うん、あのね、よく飛んでるのをこうピュッてやろう、なんかすごい素早くピュッて掴む人はいるよ、はい、それ、はいはいはい、そうじゃなくて、テーブルの上に止まってたりするハエをこう普通にピュッてこう、すごい、あのなんか麻雀のパイで、はい、でもつまむようにピッて取って、はいっていう感じじゃん。だから つまりハエに気配を悟られないっていう変な、何の役にも立たないけど、いそれすごいことじゃないですか。びっくりしたんだよ。普通だって、うん、あの飛んじゃうんですよ。そう、近づいたらさ、気配、いや、それこそ取ろうかなって思っただけで飛んでくじゃん、ハエって。気配、それをね、スーって何のてらいもなくスッて取って渡すんだよね。それかなりすごいですよ。そう、忍者かこいつはっていうさ。それすごい、うん、羨ましい。いやー、びっくりしたんだよ。役に立つってことは立ちますよ。うん、まあね、ハエの駆除業とかを始めればね、一、うん、匹ずつこうやっていけるかいいんだよ。でももう、でもその時一回だけなんだよな、見たの。だからきっと自分もできると思ってないっていうか、あんまりちっちゃいからさ、うん、ハエは逃げちゃうとかそういうこと知らないで、だからカブトムシでも取るようにピッて取ったんだと思うんだよ、うん、でそれがハエには良かったっていうね。つまり受けようとしなければ芸は面白いとかっていうのと一緒で、ね、そこにつなげることはねえんだけど。いや、でもそういうことでしょ、うん、だから欲がないから、欲なく、うん、ただそこにあるから、うん、ヒュッっていうわけでしょ、うん、いや、びっくりしたんだよ、こいつ何なんだと思って。忍者だと思います、うん、俺9つ離れてるからさ、うん、あ、そんな下なんだよね。そう、だからあいつが 4、5歳って言うと俺はもう17歳とかでしょ、うんうん、だからもうびっくりしてた、こいつなんか売り出した方がいいんじゃないかとか思ったよ、ほんとその時は。渡るの特技は、うん、今日はすっかり家族の話になってるね。でもさ、芸人なんてさ、昔はさ、うんうん、感動されてさ、やってるような人が多い、はいはいはい、ね、で、うちはそんなに仲良しじゃないけど、ボタンさんは本当に仲良しだからさ、うんうんうん、ね、こうやってなんか、ま、なんかこう喋り始めれば家族の話やら、うん、そしてほら喋る前から、うん、妹さんからね、お姉さんだっけ、うん、あ、お姉さんからメールがちょいちょい来たりとかするとかさ、うんうん、そういうのがね、うんうん、やっぱり今の時代だね、うんうんうん、うちも喧嘩はしてないもんな、最初は反対されたよ。え、そうですか、うん、口聞いてくれなかったよ、最初は。なんで？なんかね、俺はね、作戦としてはね、うん、もう後に引けない状況にしないと反対されてめんどくさいだろうなと思って、うんうん、一切内緒にしたまま水面下で話を進めていた、うんうんうん、で師匠のところへ行って、うん、入門の許しをもらうまで黙ってた、うんうんうん、でまあうちはね、入門が決まると親御さんを連れておいでなさいってなことになるから、うんうん、その時に初めてもう落語好きなことも知らないからさ、うん、俺ほら東京出ちゃってたから、うんうんうん、これで初めてね、母親に、うん、話し方つったってわからないからね、うんうん、落語家になることに決まったから、うんうん、だから挨拶に来てくれっつって、もう有無を言わさず、なんだかわからないまんま連れてきて、それでなんだかわかんないままよろしくお願いしますってなことになって、それで話し家になったんですよ。ボタンさんとかどうだったんですか？私はもう二十歳の時には落語家になろうと思って、大学2年の時には決めて、もうプロになろうと思って、でそれでまあここまさん、龍馬兄さんか、龍馬兄さんは先輩にいたんで、でまあプロになるにはどうしたらいいんですか、うん、やっぱちょっと100万ぐらい貯めといた方がいいよとか、いきなり金の話、そう、実践的な、うん、すごいね、ちょっとバイトして、うん、その時は仕送りもあるし、うん、家賃とか親が払ってるから、
で、バイトして100万貯めて、うん、で、あとはまあ自分としては、うん、あの着物があの着れるようになんなきゃいけないから、うん、着付け教室はあの上野の鈴の屋ですよ、あそこの教会の松坂屋の前に。お、何、入門前に 着物の着方覚えよう的な。着付けの教室に通って、うん、でもあの着付けはできるようにして、うんうん、で、あとはまあ親はその最初はまあ大学2年で、あのドロップアウトしていくかどうかもあったけど、うん、母はまあ本当に頑張ってこう入ったんだから、うん、もう卒業はあんな入学金とかもたくさん払ってんだから、うん、卒業は絶対するように、うん、に言ってもうね、あの大学3年4年の時は根回しですね、あのおじが入ってるライオンズクラブの定例会で落語やったりとか、うん、あ、もう先に営業しちゃ早いね、営業してます。全財より高い値段で営業し、うん、営業だとね、そうね、高く売りますよ。でも、知見の学生課に来たバイトとかも、うん、なんか軽井沢の敬老会で、1時間で3万円っていう仕事。うん、あら、それは。決め手でした。プロになる決め手だし。こんなにもらえるなら。だって、服着て3万円ですよ。物着てて3万円ですよ、20代の女性が、うん、20代の女性がね、なんか脱がなくて3万円って。うん、すごくないですか、1時間。これなんだよ、だから芸人と小じきや3日やったらやめられねえっていうのは、うん、そのことなんだよ。だってこんな、だって僕ね、うん、お酒飲んだの、お酒の相手したりとかさ、うん、体触られなくて3万円ですよ、1時間。体触られなくてね。そうでしょ、だってそういうわけじゃん。高額のお仕事って、やっぱどうしてもそういうお酒とさ、なんかボディタッチがさ、うん、あの、つきもの。まあさ、釈放の場合はね、なりますよ、それはね。1時間で3万円ったら他に何あります、うん、弁護士とか。まあそうだよ、相談料ってそれぐらい取られるよね。あと弁護士でしょ。で、うちの家族はそんな、うん、あの、うん、お父さんとお母さんの能力を考えたら、うん、子供にそんなことを期待しませんって。どう考えても孝太郎から弁護士は生まれないっていう結論、うん、まあ、ありがとうございます。お酒をね、ついでいただきますよ、はい、っていうね、はい、ありがとうございます、はい、すいませんね、孝太郎からは弁護士生まれないっていう母親のコメント、うん、だからもうこれぐらいでも十分だっていう家族のコメントありがたくないですか、うん、あんたよく頑張ったね、お父さんとお母さんの子なのにとじゃあ結構家族からあのなんていう後押しされて話し家になったっていうか、まあ母親はお母さんは講談の方がいいなっつってそうなんだ、そう本当に思ってた、講釈の方がやっぱ頭良さそうに見えるっていうね、うん、すごいね、講釈師になってたらどうなってただろうね。いや、私割とまあ滑舌はいい方なので、うん、でも私自分が喋りたいこと喋りたいんですよ、うん、まあそうだね、それはね、自由度が高い、自由だからね、まあ今講釈も結構自由だけどね、入れてますけどね、うん、私の中でやっぱね、トラディショナルな講談は講談っていうのがあったんで、で、新作も好きだし、学生の時は新作落語やってたんですよ。おお、そうなの、あ、京太郎師匠が知見の先輩にいたんで、もうジャパン大学はやっぱり新作派が多いわけね。そうだったんで、うん、でも新作を学生の時はやってて、うん、で新作落語も好きだし、漫談だからその、ね、あのうちの師匠 の、うん、あのね、ネタチャーザー村であったり、うん、新駒師匠の大英寺上海であったり、うん、大山家の人々だったり、なんとか中沢家の人々であったり、うん、ああいうなんかあの漫談もすごい好きだった、うん、で、まあ、演芸全般が好き、うん、だから、うん、その落語の方がよりなんとか自由にできるじゃないですか、うん、そうだよね、いや本当自由だよね、落語の講座ってのはね、うん、何でもありだからさ、そうそう、うん、そこがやっぱ最大の、ね、魅力、うん、で、まあ、もちろん他の一門とかも比較して、うん、あゆさんはもう比較しなくて小三治師匠、うん、まあそうだね、うんうんうん、だからさ、そのまあやっぱりそうやって無理やり家族を口説いて話し家になったけどさ、うんうん、最初のうちはね、で、まあ、話し家になるとさ、まあ、本名を使わないじゃん、名前ついたら、うん、もう意地でもさ、うん、まあ楽屋なんか全部さ、僕は小猿っていう名前で前座をやってましたけど、うんうん、だから小猿ですっつって、うん、まあ挨拶もするし、電話する時も小猿でございますっつって電話するわけじゃない、うん、だからやっぱうちにもそうやってかけるわけよ、うん、だってもう芸人になったんだから、うんうん、ね、うん、もう名前は捨てたようなもんだ、本名を使うのは病院だけだから、うんうんうん、ね、と思って言うとさ、もう母はさ、返事してくれないんだよ、小猿ですって電話するとさ、まあ、ちょっと用があってさ、そんなに用もないんだけど、時々すると何それみたいなね、うん、そういうこと言われてさ、だってお母さんともさ、うん、つけてくれた名前でしょ、まあそりゃそうだよね、だからそうそうそう、うん、それは寂しいですよ、勝手に名前変えやがってみたいなことだよね、寂しいですよ、うん、でもこっちはそういう覚悟でさ、
芸人をやってますから、ね、まあ、そこはまた違うんでしょうね、うん、私はなんかさっきもなんか年江がっつってなかった、うん、なんか本名に、ね、ボタンがつわなくて、うんうん、もういっぱい、もう、うちの母親なんてさ、あの、YouTube とかにな、あの、クラブハウスに流れてると知らないから、もういろんな個人名出しちゃって、もう大変だよ。どうしようかな、どっかで止めなきゃダメかなと思ってさ、個人情報が出まくってたから。大丈夫です。数、うちはあの、父親も言ってましたけど、我が家はスケルトンだから大丈夫。スケルトン。おじは数を。数は母の弟だから。うん。数を。数をさんに気に入っていただいてますから。なんつったって。そうなんです。そう。うちもなんかね、だから、二つ目になって、で、あ、もうしばらくダメだったな、三之助、だ、小猿から三之助に変わって、うん、三之助ですって電話してもいまいちダメなんですよね。なんで、そうです、名前名乗る必要ないじゃないですか、うん、私とか俺でいいじゃん、俺詐欺になっちゃうじゃん。いいじゃん、そんなの俺だけどって言えばいいんですよ。でそもそもさ、私なんて言わなかったからさ、それまで。あ、まあ、芸人になったらさ、私がって言うじゃん、今でも。だけどさ、母はさ、聞いたって誰だよ、さ、私ってのはって、また喧嘩になるから。いや、それでも、俺だけどでいいじゃん。そう。だけど、ちょっと意地になって名前言ってたのよ。それでね、やっぱりね、だそれでわかるじゃん。相手の態度で、どのぐらい認めてんのか認めてないのかわかるからさ、ちょっと試すようなつもりでやってた。みんなお母さんにさ、ね、お母さんに言う、そんなさ。それでね、やっぱり、あの、地元で会をやるようになってね、うんうん、で地元でやりゃ見に来たりさ、うん、まあ今だとさ、なんかお客さん呼んでくれたりさ、うん、するじゃん、宣伝手伝ってくれたりして、うん、さっきね、世話人の人がどうしたって、ね、そうそういう失敗をね、うん、今はもうそんな感じだけど、うん、初めてそうやって会をやった時からだね、態度が変わったのは、うん、やっぱり、いや、実際に多分落語を見てさ、うんうんうん、まあしょうがねえって思ったんじゃない、うん、そのほら、実際落語もあんまり知らないし、せがれがどんなことをやってるのも知らないから、うんうん、だから何とも言えなかったんだけど、うんうん、実際に仕事してるところを見たら、まあしょうがねえかってなったんだと思う。そしたらさ、急に向こうからさ、三之助さーとかって何なんだよそれって。三之助さー、もう今でも三之助って呼ぶからね、うん、俺のことをね、うんうんうん、面白い、うん、もうすっかり、あの、俺のことは、だから本名では呼ばなくなりました。ひろゆきだ、何て言うの？ひろゆき、ひろゆき。なんて言わないよ、うちの母はもう、三之助で。マジで？うん。だから、結構長い時間かかって、そういう風になったんですよ。ひろゆきじゃなくなったさ、あれさ、ひろゆき使うのは病院の時だけ。病院の時。でも、病院でもさ、忘れちゃうんだよ、俺。名前を？うん。なんかほら、もう、本当に使わないじゃん、本名って。うん。だから、呼ばれても気がつかなかった。うん、本とか読んで待ってたりさ、うんうんうん、すると、なんか右から左に抜けちゃうんだよね。溝口博之さん。そう、わかんない。ほいで、なんか全然呼ばれねえな、この野郎と思って、うん、すいません、あの、もう随分待ってんですけど、とか、さっき呼びましたよ、とかって、そういうこともよくある。なんか、うん、溝口博之ですけど、呼ぶときは三之助って呼んでください。いやいや、それも嫌だ、それも嫌だ。それだって、嫌だよ、その診察室、そのなんかさ、だって、今ほら、あの、病室じゃねえよ、診察室から先生がマイク使って呼んだりするのよ。そう、うん、それはまずい。あとなんかね、あと、もう番号にしてるとこも多いみたいです、ね。あ、個人情報。個人情報、105番のお客さん、あの、患者さんみたいな。248番の、うん、方みたいな。あ、そうなんだ。ました、やっぱ。だって、あの女の人の名前、うん、なんとかかんとかなんで、あの男の人、溝口博之なんだ、つって、Facebook で調べられた。おー、そうだね。できるよね。そう。うん。怖い時代だけどね。まあ、うちはね、皆さん、プライバシーとかよく言うけどさ、うん、バレて困んない。困ん、まあ、女性はあれだけどさ。うちの家族はもう全然でしょ。うん、さっき言った通り、孝太郎から、すべてのオールファミリー。うん、まあ、一応、あの、子供はね、うん、あの、めいっ子たちは、うん、あの、やっぱ危険なので、子供だけは、あの、子供はね、そうしてます。うん、顔写真とか、名前とかは、うん。俺はね、だから、逆に、うん、明けっぴろげにしたら、隠さないことがね、いいんじゃないかと思って。だって俺、携帯電話の番号自分の会のチラシに載せてるからね。はい、私も。でも、一回も誰かからいたずら電話なんてかかってきたことないしさ。一回ね、あの、静岡県人会でやった落語会の時に、住所載せられ、うん、住所と電話番号載せられたことある。でも、その主催者の人がまさか、うん、あの、落語家が事務所に入らず、みんなが、だから、翔太師匠以外全員個人だった。ああ、そりゃそうだよね。そういうとこ多いんだよね。そういうとこだけティルトにしてあって、事務所の、あの、名前が、うん。うん。なんかこの静岡県出身の、あの、芸人さんに、お仕事を依頼する場合は、こちらへどうぞみたいな、うん、よかれと思ってやったわけですよ、うん。この人たちの、
あのお仕事の連絡先はこちらですっていうのが、みんな自宅なの、まさかのみんな自宅で、招待宣言、私まだその時ね、まだ20代だし、うん、まだ前の住所に住んでた時だったから、うん、ね、戦国一丁目なんとかかんとか4のなんとかシティハイム鈴木みたいな、うん、それと前に住んでたとこ、うん、全部出てて、さすがにおい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 寄せよっていうでなったんですけど、うん、でみんな他の人もね、まあ、他は男子ばっかりでも、いや、いたずら電話も来なかったけど、仕事の電話も来ないからっていうね、うん、どっちも来ない、それはそれで寂しいみたいなね、どっちも来なかったっていうね、うん、面白かった。昔はね、プロ野球年間なんてものにね、王さん長嶋さんの住所が載ってたりしたんだよね、うん、でみんななんかそれはさ、さすがにサインもらいに行ったりとかしてたみたいだよ、うん、でもそれでも今みたいにごった返して本当にパニックになっちゃうみたいなことはないから、うん、牧歌的な時代だからさ、うん、まあそれでよかったんだろうけどね、うん、まあまあ有名人ではないですから我々はね、面白かったですよ、うん、あの時のね、うん、国立演芸場静岡県人がチャッキリ会の第1回、うん、あ、寄せ、パンフレットに住所と電話番号、うん、私以外の出演者も全員、すごいね、全員の住所が載ったパンフレットがお客さんに配られる、情報帳の一部が載ってるのと一緒だからね、すごいですよね、うん、我々最近ほら芸人の住所録みたいな情報帳って我々言って毎年ね、あの新しくなって配られるんだけど、さっきシリアル番号入ってるよね、ですね、うん、だから悪用されないように、あと売る人もねいらっしゃいますからね、そうだよね、芸人も最近は、ね、あの信用できないやつもいるってことだろうな、きっと、そうだからね、結局、うん、あの女の子の後輩の子たちは、うん、うちで言うとなんか奈々子とか鶴子とかは根岸事務所に、うん、ああまあ女性でもね、こっちはね、でも困る、急ぎのものとか送るときに、うん、一旦そこに留まっちゃうと、うん、そこまでね、あの転送してくれるわけじゃないので、ね、取りに行かなきゃいけないわけですよ、ね、そうするとなんか急ぎのチケットとか切符とか、うん、そういうものがね、まあ結局はそれはもう個人的にやり取りして住所や電話を知るってことになっちゃう、情緒はまあ公的なもんだからね、うん、っていうのありますけどね、うんうん、で今はもうほら携帯だからさ、みんなさ、うん、PDF で送ってくれればいいね、うん、そう割とね、そういうの良くなってくるな、うん、どういう風になっていくのかなって、ね、うん、まあ私はだから、まあ、あの昭和の人間だから、うん、その、うん、紙で送られてきて、うんうん、平成生まれはどの辺までいった、え、平成生まれの初めての新打ちができたんだっけ、あれか、あ、ロックね、ロックが、はい、もうそういう時代なんだよね、はい、昭和遠くなりにけりなんだよ、はい、もうね、ねえ、長井さん。夏で、長井さん聞いてる。長井さん聞いてんだよ。びっくりする。あらあら、困る。ねえ。うん。というようなね。はい、今日なんだかよくわかる。俺頭の中、今、ぽーっとしてるよ。そりゃそうですよ。お母さんとの。ちゃんと。だって、なかなかかなりプライベート。この、今回の回はかなりプライベートですよ。うん、三之助姉さんの、あの、知られざる扉を開いた。知られざる。そんな大したことはなかったでしょ。いやでも。僕は、あの、俺の母親大したことない。あんたの、そんなことないよ。あなたのさ、お母様のタレント性は。いやたまらないよね。いや、それは私はいつも秀子の話をすごいしてるからいいけど、うん、兄さんにとっての静江、うん、生電話はすごい、うん、今回でもさ、やっぱりさ、うんうん、あの秀子さんは田舎っぽくないね。いや、田舎の人です。田舎の人はズラだとかピアとか言ってるけど、言ってるけど、喋り方はさ、なんかハキハキしてさ、ハキハキします。うん、すごいこう、うん、洗練されてます。うちの母はもう本当に田舎の人って感じよね。年下なんだよ、だって秀子さんより、うん、でしょ、うんなんかどっちがおばあちゃんだよ、わかんねえみたいなさ、なんか気だるい感じがいいんだけど、だってスイッチ入ってないもん、それはせがれからいきなり電話かかってきて、なんだろうなと思って出てくる、気だるいなと思ってさ気だるいよ、気だるい感じがだからかっこいい、スイッチ入ってないと気だるいんだ、うちの母は、はい、あのスナックのママですから、うん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 、ね、元ね、自分で、うん、もうそれこそ若い時から自分の店を持って、うん、すごい、自分の店出したのはね、うん、俺が4歳かなんかの時ですよ。すごい、とか24歳でしょ。そうだ、24で店出す。そう、店で、それをずっと、うん、まあ、数年前までやってた。おいくつまでお店やってたんですか。いやー、どうだろうな、61ぐらいまでやってたんじゃないかな、うん、だからまあもう結構経つのか、考えてみりゃ、うん、7、8年前ぐらいまでやってたってことだよね、うん、うん、だからよくやったなとも思うし、私はそれで大きくなったわけでね、うん、あのさんは乾きもんで大きく、そうそう、あのね、だからその小さい頃は、うん、あの店に寝泊まりしたような、うんうん、夜は倉庫みたいなところに、うん、でまあ店が終わるまでそこで寝て、寝るったってね、カラオケギャンギャンやってんですよ、
あの、ね、扉一枚向こうは、うん。だけど、まあそんなとこでも寝られるようになっちゃったから、今でも駅の近くに来る、もう電車の音うるせえんだけど、うん、全然寝てられるっていうね、うん、その頃に気づいたね、テクニックですな。うん。うん、で、まあ、そのほら、スナックの倉庫には乾き物がいっぱいあるんですよ。うん、で、エイヒレがね、うん、ぶら下がってるの、天井から。うん、で、エイヒレって本当は炙って食うもんなんだけど、うん、炙るわけいかないから、うん、で夜中って言うと腹減ると、うん、いや4歳か5歳だよ、ね、でもなんかエヒレって美味しいんだよ口でプチパチパさのふやかして食ってるとさ、はい、でそれで大きくなったんだ俺、うん、もう私の体のほとんどはエヒレでできているっていうぐらいのもんで、ね、あ懐かしいね、うん、でもなんかこのくらい年になってくるとあの母や父とかね、うん、あなたはそ、うん、なんかそうだと思うけど、うん、面白い人たちになってくるよね。本当面白いですね。なんか別にいいじゃん。なんか若い時って、なんなんだよこいつらみたいなさ、じゃそういうとこあるじゃん。まあ、なんかまあ、なかったですけど。そう？もともと面白かったから、そういう人たち。あ、そうか。やばいから。そうか。やばいから。なんかちょっとね、ちょっとだあったんだけど、今はもうさ、なんか面白い人たちだなって思うよ、本当。うん。割とでもその感謝のがね、早かったですね。そのあんま反抗期とかないですね。うん、母親側のかなり現実的な人なので、うんうんうん、あの、まあ、例えば大学に入るって言ったら、うん、帯のついた、うん、あの、学費と入学と110万かかったんですよ。初年度の。うん、あの、前期後期の学費と入学金20万で、うん、なんか110万って言ったら、母親が、ここに、110万円あります。うん。うん、あの、見せるのよ。店がね、一回降りてきたんだ、うん、だから降ろしてきて、うん、そんなのさ直でやればいいのに、うん、ここに110万円これあなたはねこれ大学入学金と、うん、前期後期の学費です、うん、これだけあなたにお金を使いますから、うん、その絶対にその中退しないよっていう、うん、おそれはでも説得力あるよねすごい説得力なんかそんな100万円の帯なんか 見たことないじゃないですか、うん、でこれお父さんが、稼いだお金です、うんうん、現金趣味だねお母さんはありますからやっぱそうするとなんかおおって思いますよね、うん、自分にこれだけかかってる自分だって見たことないお金だもんねそう、ね、そう言われて、いやまあありがたいなって言って、うん、でその後あの姉と二人で暮らしてた亀戸のアパートが11万円だったんです、うん、家賃が、うんうん、だから二人でまあ 2DK、うん、2DK で11万って結構いい部屋ですよね、うんうん、あの亀戸でそうだね、うん、でそのなんかそこでとあと私お小遣いは3万円とかちゃんとくれてたんですよ、うんで、なんか、そしたら、えっつって。まあ、食費は姉が出して、うん、家賃は両親が出してくれて、うん、で、あの、二人で暮らしてた、うん。でも今思えば、家賃11万って、や、なんか、きつくね。すごいよ。それはだって、別会計っていうかさ。そうそう、だから、で、うちは、まあ、実家も持ち家なんで、家賃はないけど、うん、で、それでなんか学費払って、あれしてたら、うん、お父さんとお母さん、その時何食べてたのうどん。うどん。落語好きなんじゃないのそういう時にうどんっていうのって、ね、落語好きな人の言い草じゃんだから製麺会社に父親が勤めてて、うん、で会社で余った麺をもらってきて、うん、父親がもらってきてでそれを食べてたんです、うん、お金をその節約するために、うん、学費とか仕送りをするために、うんうん、で4年間で姉の短大2年間と私の大学4年間で母親はここがもし2年姉が4年生行ったらきついと、うんうん、2校に入らなきゃダブルはねダブルはきついってなって、うん、姉の短大2年私の4年で6年間、うん、であんたたちに、ほぼ1000万かかりましたそれは並べなかったさすがにさすがに1000万は並べましたほぼあなたたちに1000万かかりました、はいはい、ね、うん、であのあなたたちがまあそうやって学校に行くので、うん、あの家を建て替えることができません、うん、って言って、うん、今でもあばら屋に住んでます、うん、そうね。だってさ、うん、家賃を払わなくていいようにうちを建てたんですよ、うん、なのにどうして家賃を払わなくちゃいけないんだろうってのはかなり理不尽な問題ですよこれはね。だから我が家はもう倉庫みたいな、うん、あの平屋に住んでます、うんうん、きっとね聞いてくださってる方の中にもね、うんうん、今お子さんがねその大学行っても山のもうなんか湯水のように金が出ていく人もいると思うんですよね、泣きながら聞いてますよ。その時はでも自分が働くようになって、うん、そのものすごいありがたみ、うん、だって自分の生活と別に11万と学費となんか払ってるって、うん、もう何も残んなくなっちゃう。うどん食べるしかないじゃないですか、うん、俺はね反抗期だったんだその頃、うん、
大学に行くか行かないか、うん、高校から。でも反抗期っつっても、うん、なんか親にてめえこの野郎とか言ったり、うん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 、ね、あの学校の中バイクで走り回ったり、うん、そういうことじゃなくて、うんうんうん、もうね、独立したいっていう意味で、うん、すごい反抗してたの。で私は、うん、あの母親から、うん、あの学費を一銭も出してもらってないんですよ。うんうん、自活の人です、ね。そうそうそう。うんで、だけどやっぱり自分で稼ぐのは大変だってことは分かったけど、最初にね、東京に出てきた時だけ50万円だけもらったの、うん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 、で、まあなんかに使えってことなんだろうけど、うん、1日で使っちゃったんだよね。何したの？いや、あの自分の部屋にあの欲しいものを揃えたんです。あ、で、まあ、私の欲しいものなんてたかがみんな分かるでしょ。あなたももう今と変わらないんです。私が大金を手に入れた時に買うものなんてものは昔も今も変わらない。いやいや、だからアップルなんてその頃50万じゃ買えないんですよ。あ、そうかそうか。だけど例えばテレビでしょ、うん、それからその頃だからステレオですよ、うんうん、それからねその頃はレーザーディスクが、うん、レーザーディスク、はい、それからまああとは何だか何だろう、その冷蔵庫とかさ、そう部屋にむしろ、うんうん、冷蔵庫と洗濯機先に買ってください。いやいやいや、先にじゃないよ、先にテレビ。そのテレビもさ、安いのは14インチですよ、あの頃ブラウン管ね、あの指でこう回すようなさ、はいはいはい、あんなものはね 2,3 万で買えんですよ。だけどね、それは嫌だった。みんなが使ってるあの14インチは嫌だと。あんなちっぽけな、その時から最先端の、そう、それで私は16インチを買ったんですよ。で16インチってものすごい中途半端な大きさ、うん、その上は普通21なんです、はいはい、大きい。あの頃のテレビで16っていうのはソニーから1種類だけ出てたの、うん、でめっちゃくちゃ高いんだよ。だから あのなんていうの、汎用性がないから、そう、コスパがないの。あのこうやって何、14から21にだんだん上がっていく途中に16あるんじゃなくて、どうかすると21買った方が安いんじゃないかっていうぐらいのものだったんだけど、妙にこだわる私はそのタイマーはたいて16インチってほんの一回り大きいだけだよ、14インチよりね。そのテレビを買いでね、それでなんだかんだって一晩でそのうちに揃えたその電化製品で50万円なくなっちゃった。今だったらさ、同じものを買うのに iPad 1枚で済むよ。全部その機能入ってるからね、うん、でも50万円湯水のように使ってそれで東京での生活を始めたんですよ。でもそれで自活しながら、ね、あの学費払いながらですよ。そうそう、学費高えなと思ったよ。うちはね、年間72万ぐらいかかったんだよね。うちも一緒くらいです、うん、今私72万払ってます、うん、で俺はさ、大学出るときに分かんなかった、卒業できたかどうかは分からないんですよ。もう話しかになっちゃってたから、うんうんうん、それでもう4年生もギリギリまでさ、42単位残して4年生になってさ、うんうんうん、でその4年生の時に登録できる単位は42単位だから、つまり42単位全部取らなきゃ卒業できないっていう、もう本当に崖っぷちで4年生になって、それででも相変わらず寄せばっかり行ってるから全然学校行かないわけで、最後はもう全部さ、あのテストね、テストっつったってさ、授業出たことないのにテストなんか分かるわけないじゃん、うん、だからしょうがないからもう話し家になるっていうことになってるんですけど、別に大学は、まあ、別に卒業しなくても別になんこっちは何も困んないんですけど、まあうちの母親は出たって言った方がきっと嬉しいんじゃねえかなと思うんですけど、どう思いますみたいなことを答案のあの空欄のところ隅っこに書いて提出したの、全部の試験を。そしたらさ、どうも卒業しちゃったらしいんだよ。できてたんだ、うん、でできてたっていう証拠は別に私はの卒業式とか出てま、卒業式とかあるのか知らないけど、私も出てない、うん、次の年の学費の請求が来なかったから卒業したんだなって思った。え、実家に卒業証書送られてますよ。送られてんの？うち来てないよ。あ、実家もしかって登録してないですか？わかんない。いや、多分書いてますよ。あ、そうなの。そうするとなんかあの、もともとだからその50万の家電を置いた家を登録してたにしろ、うん、あの、行きます、行きます。あ、そうなの。だって来たって話も聞かないよ、俺は。多分しずえが、うん、鼻かんじゃったの。言わないだけ、うん、来てますよ。それ隠すことじゃないもんね。多分来た、卒業したんだっていうか、その時はもう、あ、そいつ話しかなりやがって。いや、俺は不安だったんだよ。だから卒業したの、いや、するんだったらしたほうがいいなと思って。私ももう、あの、庭、うん、私3月1日入門になってて、うん、2月27か8ぐらいに入門で、うん、あ、9時5時じゃない、願いしてたんで、うん、あの卒業式行ってないんですけど、私は単位を取得したことは理解しながらも、うん、あの入門願いします。卒業論文、あの理系なんで、理系なんで絶対卒論書いて、卒業研究発、あの卒業の発表会を絶対しなきゃいけないです、うん、プレゼンテーションしなきゃいけない、うん、
それを、まあ、私やったのはあの、うん、AI を使って、うん、あの麻雀をしたら強くなるかみたいな。すごいテーマじゃん。今時じゃない。すごい。AI だった、うん、たくさんデータを入れることによって、うん、こうあの学習して上手くなる、うん、で上手い人 の, あの手をね、うん、入れていくんですけど、うん、あの囲碁とか将棋とかよりも、うん、あの相手の手 が, のこう、うん、が多いんで、うん、すごくあの出づらいんです、うん、でも それこそ AI がやる、うん、あのジャンルだと思って、うん、アルゴリズム的なものがあって、うん、でそれを発表した翌日に入門願いに、うん、ちゃんとやることはやって、うん、すごいね。いや、俺はだからそういう感じで最後テストやってるから、はいはい、全くわからないわけじゃん。だちょっとは、ね、どっちでもいいとは思ってたけど、やっぱ不安じゃないですか。うです、ね、どうだったんで、もう初日で雑巾掛けなんかやってるからさ、はいはい、まあ、どうなんだろうなと思って、うん、どう、なんか聞きに行くのもあれだし、うん、どうするんだろうなと。そう、大学に僕卒業できました。うん、そうそうそう。で、ある時考えたんだよ。うんうん、あ、そうか、普段だったら僕のとこに、あの崖費を払えっていう請求が来てたなと、うん、それ来てねってことはだって留年したら払わなきゃいけないでしょ、うん、ってことは卒業したんだなっていう、いまだにそれしか証拠がない。いや、あの、ちょ、あ、みんなみんなみんな上智大学に、うん、あの卒業証書を、多分な、うん、切手代だけでもらえますんで。本当いらないけどね今と。いやいや気になる、逆に。それでね、そう、大学からその後仕事が来たことがあって、あ、卒業生みたいな。そしたら卒業って書いてあったのよ、チラシに。あ、じゃあいいじゃんと思って。だってさ、中退したトンバ師匠はさ、中退って書かれる、うん、何年卒業相当って書いてあった。中退じゃないんだ。中退って書かれるじゃん。卒業相当だったらスペイン語学科でしょ、うん、スペイン語学科で。だから、夜な夜ならこの年に卒業してたかもしれません的な書き方でもした。でも、アイさんはちゃんと卒業生として。したんだよ、一応、多分。うん。よかったと思って。まあ別にどっちでもいいんだよ。いやいやいや、うん、だってうちはね、実は今卒業証書すぐそばにあるんだ。あるんだ。なんでかっていうと、母親が、うんうん、うちの家が、その、うん、あの海っぺりで海から5分のところに住んでるので、うん、津波が来たらこの卒業証書だから、うん、ね、あの姉と合わせて1000万の、うんうん、あ、だって姉の卒業証書どこにあるか多分分かんないですよ。でも、うん、あ、なんか、あ、母からすると、うん、1000万円の紙なんですよ。なるほどね。1000万円投資した結果この紙1枚に集約されてると。で、集約されてて、うん、でそれでそれが津波に持ってかれたら、うん、お母さんは悲しいから東京の津波が来ないところに置いといてくれ、うん、それで最近送られてきたんですよ、うん、なんか喋っててください。ああ、そう、取りに行っちゃったよ卒業証書。まあ、あの、だけどね、やっぱりそういうものにこだわりがあるかないかってのはあってね、うん、私もあんまりそういう紙切れとかってのはあれ気にしないものなんだけど、うちの師匠も気にしなかったんですな。うちの師匠はね、人間国宝かなんかに認定された、違うかな、勲章もらった時かな、なんか来るんですよ。やっぱりなんか症状的な、なんていうのかな、勲章と一緒になんか認定証みたいなの来るんですよ。なんか丸めてなんか、あの、その辺に放り投げてありましたからね。あ、興味ねえんだなって思って見てましたけど、うわ、なんかすごい綺麗な筒じゃないですか。日本大学、理事長が脱税しても、すごい。ね、関係ありません。ちょっと YouTube には見せましょう。ジャパン大学のこの交渉の入ったね。うん、白押しの。これでもこれ、もしかしたら大きくないこれ。卒業証書じゃないかも。うん、私、大学から。借用書？表彰されてる。表彰。表彰されて、あ、これ卒業証じゃないよ。これ多分、表彰状だ。何を表彰されたの？じゃあ僕が読み上げましょう。はい。はい、貸してください。賞状、生産工学部、近田俊恵。ミニは、2001NU 祭において、学生委員長として優れた企画力と卓越した統率力を発揮し、学部間交流の促進に努めたので、優秀賞を授与する。おー、すごいね。平成14年3月25日、日本大学総長、医学博士、瀬崎幸康、はい。すごいね、これ。すごい、手書きじゃない、全然。はい、これはあの、筆工さんが書いたやつです。すごいよ。はい、これは何、これ。でもこれね、これあの、武道館で、うん、武道館でなんか卒業式があって、うん、あ、年上なんか呼ばれてたよ。でももう話し家になってたから卒業式行ってないですよ、うんうん。あ、じゃああの、あれか、あの、寄り合いの時に呼ばれたけど今日来てねって言ったみたいなもんだ。そう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 。ね、そう、紹介されたの2年とかあいつは。そうそうそう、2年とか。しょうがねえな、つって。です。
普通だったら行くだろうって言われて、うん、でも私も落語家になりたかったから、うん、じゃあ代読されて今日は来てませんみたいな感じだったんだ、ね、でこの症状自体が実家に送られて、でももうその時はさ、もうね、気持ちはもうさ修行してさ、うん、なんかバリバリやりたいっていう気持ちだったから、うん、ずっと大事にしてなかった、うん、そりゃそうだよ、もう気持ちはそっち行っちゃってんだ、そうそうそう、でだけど母親から、うん、これとっても大事なものだから、うん、多分卒業証書多分またどっかに入ってんだと思う、うん、それ見つけたらまた俺が読み上げるから、そうそうそう、あ、卒業証書よりもなんか卒業証書が入ってた入れ物が、うん、あのその後紙バサミとしてすごい使えた、紙バサミ、はい、うん、開けるとなんかオルゴールが鳴ったりとかいないの、なんかあのあれですよ、なんか高い電報みたいな今じゃあほら大事にね、今ね、なんていうの、天袋、天袋でねしまってますよ。ほらボタンさんち、ちゃんと天袋がすごいいっぱいあるんだね。そうそうそう、いっぱいいっぱい入ります、収納がいいわここは。はい、ね、もう9時超えちゃいました、ね、さあさあもう10分超え、今日大サービスだね、はい、大事ですね、はい、クラブハウスの方はこれにて終わりっていうことにしましょうね、はい、あ、次回 YouTube で続きをやるから次回の日程を決めましょう。次回のクラブハウスは、はい、どこの、今日は3日でしょ、10日、俺ね、10日までね、名古屋なんだ、いいですね、全然11か12だな、じゃあ12で、うん、12日の水曜日の、20時から、はい、また今度50回目だよ、すごい、誰ゲストにするいないよ、もうさ、この2人以上にいないでしょ、いないよ、もう最強のゲストを呼んでしまったからな、そう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 、皆さん彫刻刀出してくださいよ、ね、20時ボタンさんと、石に刻んでください、ホタンさんって書いてた、ホタンさんですね、はい、またあのこれは1月12だよね、12日に、今度はリモートでやりましょう、はい、そうそうそう、ね、こんなね毎週ここへ来てたらね、大変、付き合ってると思われちゃう本当ですよ ね、大変だ よ、 おかしいよ、ね、それも毎週ご馳走になっちゃって大変だよ、ボタンさんがね大変だからおかしいですよね、うん、2人とも何かが欠如してるんですよ、欠如してる、私たちはしょうがない、私たちは何かがそういうさ、うん、男女のさ何かが欠如してるんですよ、うん、欠如して1人ずつ、しょうがない、もうあのところからなんていうの、 あの、はい、インターネット落語会とかをやってた頃からずっとやってるのに何かが欠如してるんですよ、うん、そうなんです、欠如しなきゃできないから、ああいうことはね、欠如してますよ、でもあれでしょ、今年はボタンさんも結構友達がここに来たりなんかしてるんでしょ、うん、女性の女子のお友達にね、僕は、うんうん、男子代表として男子代表、男子珍しいですから、しっかりご馳走になってウイスキーが美味しいの、またここんちの、ね、男子のお客さんは珍しい、保険屋さんと税理士さんと、うん、あと誰来た、あとね、あの広めの準備でいろいろ聞きたい、で一緒に広めの準備した竹平と、あとなんかね、楽大さん、あの円楽一門の楽大さんが、うん、広めをやるって言っていろいろ教えてほしいっつって、うん、で来たのかな、うんうん、そうか、とあとはあの愛楽師匠が、うん、あの月次支援金とか、うん、あのああいうので、うん、なんかズームでその事前審査、うん、あのができないから、うん、ズームを使うのを手伝ってほしいって言ってズームしにここに来た、そうズームしに来ました、いろいろ、でもね人が出たり入ったりするうちはいいうちよ、はい、うちも昨日だけは、うん、あの仲間に解放しましてね、うん、私13時間半飲みましたけどね、よく今日また飲めます、ね、うん、いやでもそんなにだから量は飲んでないんじゃない、やっぱみんなと喋る方が楽しいしさ、それでね、うちあのほらなんか殺風景だからさ、みんなで行ってワイワイはやってるんだけど、あのテレビにいつもなんか映しとくわけ、うん、ほうほうほう、で去年はなんだか忘れちゃったけど、今年はね YouTube で、ナミビアっていう国の砂漠のオアシスの24時間中継の動画があるんですよ。これをずっと流しながら、そう、でその人工的に作られたオアシスにいろんな動物が寄ってくる、面白いんです、後でちょっと紹介しますから、はいはい、あとちょっとあのシェアしてください、ね、それでそこそれをずっと見て、うん、見てっていうか見るんでもなく、うん、ね、見ないんでもなくかけといて、うん、で飲んだり食ったりしてた、うん、で私はね最初ね、最初のお客さんが来た時はね、まあ時差がありますから、だいたい昼過ぎぐらいに来たから最初の人は。だから7時間マイナスして、まだ朝の5時台の、ちょっと暗がりの明るくなるっていう時。うん、オアシスは。うん、お、そろそろ日が上がってきたなっていう時から飲み始めたのよ。ほいでいろんなやつが出たり入ったりして、全員帰ってほっとしたら日が暮れてたんだよ。うわー、いいですね。いや、いい正月だった。うん、いいですね。ぜひちょっとその URL シェアしてください。後で教えますね、はい。はい、そんなことでございましたな。今日も長々お付き合いいただきましてありがとうございます。次回50回。はい、
ぜひお楽しみに。お楽しみください。ありがとうございました。よし。というわけで、これ引き続きまして、YouTube は続いておりますよ。はい、YouTube の、ちょっとコメントを拾っていきましょうか。せっかくいろいろいただいてますよ。いただいてます。ね、読んでます。こっちのが盛り上がってんだね。だやっぱりさ、ライブやるときって、うんうん、こっちのがコメントいいんだよね。コメント機能がさ。だから、クラブハウスがもうちょっと良くなるためにはコメント機能なのかもしれないよね。うん。うん、だから、まあでもクラブハウスだから楽にできるってのがあるから。そうそうそう。それね、クラブハウスと同じことを YouTube でやろうとすると、うん、私とボタンさんを LINE じゃない、うん、ズームとかでつないで、うん、そのズームの音声をここへ載せて、うちから配信するみたいになる。まあできなくはない、技術的には。うん。でもまだ、今はね、あるからさ、このクラブハウス。あとね、やっぱね、ズームだと私もそのなんか、こう、普段のクラブハウスだと、もっとダラッとして、うん。そうだよね、半裸でやってるでしょ。いや、半裸じゃないですよ。え、何ですか、その。半裸おっぱいとか出ちゃう。半裸監督みたいな。半裸監督よくないですか、全裸じゃなくて。でも全裸監督は、あの監督半裸だよね。パンツは履いてるからさ。あ、じゃあ全裸じゃないじゃん。全裸だったら出ちゃってるから。全裸監督じゃないじゃないですか。そうなんだよ。これ全裸監督で思い出したんですけど、うん、あれ、ネットフリックスでしたっけ、ネットフリックスでしか全裸監督が見られないって言って、うん、で、新陽兄さんが、どうしたらネットフリックスが見られるのかっていうところを聞かれたの。あいさんもよく聞かれるでしょ。お前パソコン詳しいだろ、だからさ、ネットフリックス録画してくれとか言われた。そう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 。で、お前詳しいだろっつって、俺どうしてもネットフリックスで全裸監督見たいんだよ、で、わかりましたっつって、まあ、別になんかサブスクですから、サブスクもわかんない人だから、きっと毎月こういくらって払えばできますよ、で、アリさんちはインターネットは使えますか、って聞きますね。まずね、それ話になる。本当にこれ皆さんそんなことありえないと思いますけど、まずそこから聞かなきゃいけない。アリさんのうちはインターネットは使えますか、だからスマホで 4G とかで見られたら困るから。だから、インターネットは使えます。で、パソコンはありますか、まあもちろんスマホでも見られますけど、パソコンは一応聞いたらある。で、もう一点聞くポイントがあります。まさか。クレジットカードありますか。ああ、それか。クレジットカードありますかったら、まさかの持ってないっつって。じゃあ、うちの柳屋さんざもできないよ。そう、だから結局そうなっちゃうわけです。この年まで持ってないっていうことが社会的信用に欠けるっていうふうになっちゃうわけです。今から作れないの。さんざにさんも、どうしても作ってくれって営業が来て、それで、しょうがねえなっつって申し込んだら断られて。そうそう、まさか。すげえ怒ってたよ。ね、いわゆる丸いの赤いカードじゃないけど、誰でも作れ、小間地さんも言ってました、誰でも作れるで同じのなんかルミネカードとかああいうので、じゃあ入ろうかなと思ったら、まさかの断られる。マジか、自分の名前が書ければ通ると言われている。うん、ね、赤のカードと、エポスカードとルミネカードですら弾かれる落語家。ね、私はもう18の時にピアカード、ほら、チケット取るために、入ってましたけど、学生カードで入ってて、そのままずっとそれを使ってたんで。もうガタロウさんなんてさ、昔さ、ジャパネット高田断られてたからね。金利手数料ジャパネット負担してくれなかったんだ。くれない、すごい。パソコン買えなかったんだから。まあそういうところからスタートです。で、それでなんか、クレジットカードを作るところからスタートしましょう。では、アリさんは、どんなカードが合うでしょうか。で、電車移動も多いですし、じゃあスイカとなんか、例えばビッグカメラとかのコラボのカードとかどうでしょうとか、なんかね、うまみがあるものを作らなきゃって言ったら、もうそういうところがもうわけわかんない。難しいんだ、説明がね。ね、それもね。カエルさんもこっちで見てたんだ。あ、そう。ね、せっかくもう先輩にクレジットカードを作らせるところが、ネットフリックス全裸監督見るとこのためにカードを作るところからスタート。ネットフリックスはあれはないの、なんかコンビニで買うカード。あれ使えんじゃない、もしかしたらね。風穴が開きました、今ほとんどあると思う。だからクレジットカードなくてもやれる方法があると思うんだよ。それ進めてみたいと思います。アップルカードとか。だけど、それうっかりすると、なんか詐欺みたいな。はい、いいですか、その、コンビニに行って、カードを買ってくださいね。今暇って。そう、今暇って。暇だよ。そうそう。暇だよ。それで、裏の、爪で、こう、剥がしてください。3万いくらとか。そう、番号。それで面白いからさ、え、急ぎ
って言ったら、うん、急に必要なの。3万円と3万円がなんとかの2枚買って、結構高額だね、とか、うん、うん、でも必要なの、とか、それさ、なんか、なんとかちゃん、そこのさ、大使館に相談したら、その、なんかその乗っ取られた子が、うん、乗っ取られた子が海外に、うん、なんか住んでるっていうか、うん、あの、子だったから、うん、なんとかちゃん、それ、大使館に相談した方がいいよって、プツッって切れて、削除、削除、削除、コメントさ。ねえ、そういう手口になりますね。面白いなと思ってさ、どうやって帰ってくんのかなと思ってさ、うんうん、今暇いいよって。で、買いに、なんか、あの、今すぐ、なんかそのカード買いに行ってって、うん、あるかなぁ。カムチャッカにあるかなぁ。こっちがもしかしたらカムチャッカにいるかもしれない。うん、カムチャッカにあるかなぁ。でも必要なの。うん、あでも結構高額だね。カムチャッカにあるかなって書いて、どれくらいまで頑張るかと思って。うん、俺、森山礼さんにさ、かかってきたから、ね。結構相手してる。何て言ってました？だからなんかさ、俺だよみたいな、うん、ああ、元気だからみたいなさ、うん、なんか親父みたいな感じのキャラをずっと演じてて、うん、で、どうしたんだよってさ、うんうんうん、したらなんかなんだかんだ、会社でどうのこうので、うんうん、金が急に、もう、うんうん、ね、しっかりやらダメじゃねえかよ、バカ野郎。うんうん、何やってんだよ。だからな、前言ったじゃねえか、俺。何年前だったかな、あれ。とか言って、うん、小言を言い始めて、ね。向こうもさ、しょうがねえから聞いてんだよ。すいません。すいません。悪かった、悪かった。わかってんだろ、お前。それだけじゃねえじゃねえか、とか。伸ばしにかかって。え ?8 年前だよ。なんつってさ。あの時はどうだったんだよ、お前。あの時ね、あんだけ反省したのに、あれ、ちっとも生きてねえじゃねえか、みたいな話してさ。それで、散々伸ばして、多分15分ぐらい喋ってさ、バカ野郎、お前、俺にせがれはいねえんだよ、この子は。ってさ、たら向こうはカチャって切ってさ。バカ野郎、俺にせがれはいい。あれさ、本当に。誰なんだって、目はってさっきからって。たら、カチャって切れた。あの、それ、あの、あ、世に姉はなかった。そうそうそう。あれ松式世に姉はなかった落語やってるとね、と役に立つよ。死んだお姉さん、あ姉上が姉上が亡くなったんだとかずっと言ってて、世に姉はなかった。あれはいいよね、いい話だよあれは。本当にあの生活に役立つ落語です ね、はい、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。なんか皆さんからね、おめでとうのご挨拶いただいてて、Qちゃんは 4K テレビで YouTube を見てるそうですね。そう、携帯電話とまとめて、うん、まとめて請求で Netflix 入会できる。あ、ほらみんな教えてくれじゃん。よかった、やっぱいい、みんな。あとしっかり、あの、チェックさせますんで、コメントをね。うん。春休みさんも、ゆうさんもありがとうございます。いろみちゃんありがとうね。チュリさん、それからみもりさん、つばさん、あ、まだ乾杯とか、これ全部拾ってたらまたこっから2時間コースになっちゃうんで ね。ゆっくり後で読ませていただきますが、はい、今日はなかなかキノコ型マイクのメーカーと型番を教えてくださいって、なんだこれ。これか、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 キノコっていうかね、これはね、これはイエティ、あ、ブルーって会社のイエティ XYETIX って書くイエティ X っていうんですよ、これね。2万5000円ぐらいしますよ。マナティみたいで可愛い。マナティみたいじゃん、イエティ。イエティ、これ結構ね、いいマイク。あの、USB 接続で撮れる、あの、iPad に今直接入ってますけど、それで撮れるマイクですよ。イエティって言うんだ、この子。そう、イエティ。イエティ X。なかなか高性能。で、今は、これオプションですか、これ。これは後で買ったの。こういうマイク。やっぱりさ、あの、近くでこう、録音することが多いから、やっぱり風音とか。はいはいはい、あの、唾飛んだりもするし、そのためにこう買いました。いや、このね、うん、このね、シャープカだったっけ、うん、確か。ロシアの帽子、シャープカじゃなかった。うん、やっぱ、ひでこさん出てきて今日よかったんだ。カピルネさんなんてさ、はいはい、お母さんの声に元気もらえますね。これでもらえるの？人の母さんなのにね。人の母さんの声聞いて元気なんじゃないの？あなたも自分のお母さん。え？シャープカで合ってた。帽子、シャープカだ、これ。シャープカってのこれ。あの、ブレジネフみたいな。あ、人のお母さんの声でもね、うん、みんな和む。うん。高瀬さんがね、はい、あの、迎賓館行くときはカメラマンで来てくれる。ちょっと届け出さないと。よろしくお願いします。ちゃんと許可も取って、じゃあ中も行きますか。あの、宮内庁かなんかに許可取って。ね、内閣府かな、そこはね。うんうんうん、ね、あ、そしたら私、そうだ、元あの、外務副大臣友達だから、取れるかどうか。そう、裏から回して、回した方がいいよ、ね、これ。
一晩泊まって帰ってけとかさあるかもしれない。迎賓してくれるかもしれない。19人以下なら予約不要。原因か団体はまあ、うん、言ってくれってことだ ね。今は荷物チェックが時間かかる。まあそうだ ね、うん、ね、言わないと伝わらないからってキューちゃんに言われちゃった。キューちゃんもね今ね年頃のねせがれと娘がいるんですよ。あらあらそういいね、言わなきゃ伝わんないですよね。すいませんね。でもまさかしずえちゃん出るとは思わなかったな。じゃみんなでやっぱさやろうやろうっていうことはやっぱり。ダッチさんもしずえママに生電って書いてある。そう生電ですよ。結局しちゃったもんな。これはどういう風に後で録画でき、皆さんにそんなにいい音で伝わってんのかな、わかんないけど。一応 YouTube も聞こえますって言ってますね。書いてたからね。だからさ、結局ここでスピーカーフォンすれば、ちょうどよく届くはずなんだ、うん、あのクラブハウスには。うん、ここがちょっとマイクが遠いからさ、うん、ね、69歳おめでとうございます。うん、ねあ、チュリさんもお母さんと20歳違いだって。うん、なんか NHK の正月番組みたい。 NHK のあの深夜のでしょ、はい、こんなのゴールデンにあったら引っ張ったがれる。いやいや本当ダメですよ、ね、あの眠いいねみたいなさ、はい、もうあの、うん、みんな眠くなったら終わるみたいな番組ですよね。高梨さんありがとうございます。ねえみんなほら酒飲んでさこんな人の母親のさ声聞いて、そうそうそう、ね、脱がなくて3万円あったね。そんなこともね、そう脱がなくて3万円、うん、いい言葉でしょ。これ脱がなくて3万円って色紙に書いた方がいいと思う。そうしよう。今年は脱がなくて3万円はだ適宜さその仕事によって入れ替えればいい、うん、ね、脱がなくて10万円の時もあるんだから、うん、そうね、それでちゃんとやってさ、うん、ね、体のエヒレ出てきて今日なんかこうやって今読むと自分がさなんか苦し紛れに喋ったことが全部こうやって、まあ、いや苦し紛れじゃないそのエヒレ、まあ、本当のことだけどさ、うん、なんかこう後でこうなんか何書き起こしみたいになってて恥ずかしいね。皆さんのコメントは本当に書き起こしみたいになるからね、振り返れるからね。そうなんだよな。これがね、うん、あれでできるといいよね、クラブハウスでね。いや皆さんありがとうございます。あら、明けましておめでとうございます。落語協会のメルマガの時からだいぶ古株だ。それは古株ですよ、うん、ずっとやってましたからね私たちも ね。懐かしいですね、うんうん、翼ちゃんこれマイクロじゃないからね。マイクロちっちゃいやつだからねイエティ X ですからね。イエティ、ね、かわいい、かわいい。チリさんもう一つ言うと私には、はい、弟が2人いるのですが、一番下の弟は9つ違いです。あ、俺と一緒だ。おすごい。9つ違うとね、うん、喧嘩しないんだよ。しょうがない。だって俺が小学4年生の時にできた子だ。まあ俺の子じゃないけど。でそうするとさ、まあおしめ変えたりする感じになるからさ。うん。喧嘩は兄弟喧嘩はしたことないね。渡るとは。うん。だって喧嘩したら引っ叩いたら死んじゃうもんだってな、赤子だしさ。うん。ね。でそうやってだから赤子のことを知ってるからもう喧嘩しないし、うん、大きくなったのね。そう。だからなんかね不思議な兄弟ですよ。ね、だからその YouTube やんだけど何がいいかなって言われるわけでしょ。お兄ちゃんって言うんだよ今でも。え？俺さ。かわいい。っていうのはね。俺は18の時に家を出たでしょ、うん、はい、そうすると弟は9歳なんだよ俺と別れたのは。だからそこで時計が一遍止まるじゃん。そうするとさ今では一緒に住んでるわけじゃないから、うん、そっからもう別居してるわけだから、うん、その時のまま時計が止まるんだね、うん、弟の中で。だから9歳の時に生き別れてるから。そう生き別れでしょ。そうか、生き別れっていうのかね、もう生き別れですよ、うん、だけどその9歳の時のまんまの読み方が今でも残ってる。お互いあいつだっていくつだよ、だって41か40、うん、いや39か39のおっさんがさ、お兄ちゃんえあの YouTube やりたいんだけどさとか言ってくんだよね。しょうがねえなってなるじゃん。なんかやっぱ休暇したらそうなるんですね。うちほら姉と2歳違いだから喧嘩しますよ、うん、2歳違いだから俺は物を奪い合ったりするし、いやもうね、なんで女の子だからっていうもんじゃない、うん、髪の毛は引っ張るじゃん。あと20歳ぐらいまで膝蹴りされてました、うん、おー、ダッチさんもお兄さんって9歳でしょ。でもすごい12歳離れてる。キューちゃんさんね、キューちゃんも、うん、離れてるの悪くないと思うよね、うん、このメッセージ確認待ちですな。何書くと確認される。あ、これね、あのなんか不穏な単語が検知されてる。表示って押せばできる、うん、マイクロ、あ、マイクロフォンね、オッケーオッケー、うん、今でもお姉ちゃんと呼んでくる。いいね。あ、いいですね。そう、変わらないんだよ、関係がね、うん、防犯落語、新作落語になりそうです。ずっとね、お前はな、なるかもしれないよね。なるほどね、うん、なんか、うん、あの小言
のね、小言の犬、うん、オレオレなんとかとかさ、なんとかっつってね、あやんとき、なっつって生産工学部の文化祭行ったことあるって言ったらさ、ありがとうございます、応戦祭でござるあれだ、あれさっきのなんかなんとか NU さん、NU さんはオール日大です。あ、オール日大祭りや、はい、そう、オール日大の祭りの委員長をやったから、うん、またやったの。そうです、すごいわ。そうです、あの就職活動してなかったのが私だけだ、うん、あの持ち回りでやるんですよ、オール日大は、うん、その生産工学部がその、うん、あの会場になって、うん、でそれでこう次の年はじゃあどこそことかってなったら、そのどこそこ の、うん、あの学部の人が、うん、あの委員長をやることになってる、うん、やってたんですよ。予備君、でもそれって結構大きなお祭りでしょ。まあそうですね、で最初でも初年度はなんかその幕張メッセとかを貸し切ってやるっていうバカなお金の使い方、すごいね。だからその時はまだ脱税してなかったんでしょ貯めてたんだ、ね、そうそうそういうね、ことがあって、うん、でそれでなんか例えば爆笑問題が日芸の出身だから司会に頼んだり、うん、でもその後なんか日大出身だって言わないでくださいみたいな事務所 NG みたいな、ね、今なんかあれだね、ちょっと不穏な感じ、ね、まあ別にさ、うん、学校に罪があるわけじゃないからね、いいですよ、ね、ありましたけど、今多いからさ、話かも、あの学校の、うんね、卒業さん、あなたもそうだけど、それもほら、あの学校大きいからさ、そうそうそう、あの学部ごとに、あれでしょ、分離、ね、分離は分離だから、どっちかするなんか、うん、芸術協会の方は分離の人が多いんで、あ、そうなんだ、そうそう、僕はほら、落ち研の経験がないもんだからさ、うん、そうはあかんない、直入りですからね、そう、直入り、はい、だから、ジョージだったら、千治師匠とかもね、うん、とか、真野さんとかね、小遊三師匠のマネージャーとか、そうそうそう、近野さんとかね、いろいろいるんですよ、近野さんもそうなの、うん、そうなんですか、だけど、俺はほら、何にも分かんないで、はい、うん、分かんないっていうか、分からない方がいいんだろうって思ったのよ、だからわざとやらないし、着物の畳み方なんて入って教えてくれるんだろうから、いいからとか、それで全、ね、何にも真っ白で入ってきたからさ、まあ大変だったけど、うん、でもやっぱり、まあ、確かにあの学習院とかだとね、太鼓とかもやってますからね、うん、お林さん用のね、そうだよね、落語もやったことないでさ入ってきてるからさ、うん、いやー今日よく喋りましたな、もうこれで2時間ぐらい喋ってんだよ、喋った喋った、なんだかんだ言ってね、うん、いやでも結構聞いてくださってますからね、すごいですよね、なんかどんだけ我々おしゃべりなさった、そうそう、俺だって普段これ一人で2時間しゃべる、すごいですね、うん、ね、一人だとちょっとなんかテンション下がっちゃう、これさすがです、いやでもね、これがほらこのコメントがじゃんじゃん来るんで、うん、それとお話ししてるって感じ、一人っ子には羨ましいなって思ってですね、そうだね、ね、50年前ならロックアウト、そうだ、学園紛争が始まっちゃう、はい、はい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 、いいですね、時代ですね、いいね、下馬棒を持ってね、はいはいはい、うん、みんなヘルメットかぶりましょう、ヘルメットでね、ダメでしょう、そうだね、うん、そこまでしないって、だってみんななんか、あの顔ならやるかなみたいな顔で反応、あれ人相がかわいそうよね、人相がね、うん、あのでもあれは裏切らないから、うん、あれものすごいなんかいい人そうな顔してたら、うん、多分みんな、うん、って思いますけど、うん、みんな、あー、うん、もう柳信夫ならスカウトしてるもん、完全に確かに確かに紹介に、そうそうそう、あの、うん、悪役紹介にね、うん、はいはい、ね、そうですね、そうですね、で、これじゃないですか、この酒美味しかったな、美味しいですよ、いや、まだあります、うん、入れましょう、入れましょう、うん、ね、はい、自分で買ってきたのにさ、ね、あ、ちょっと一回もう一回あれします、 あ、わざわざ買ってくださったんですか、これもらい酒じゃないんですか、いや、これ買ったの、いや、なんかいつももらい酒、いや、年末に買って、あの飲もうと思ったけど、ほら昨日開かなかったお酒だったから、ちょっと持ってきようと思ってさ、はい、うん、でも2021って書いて、あ、じゃあいただきます、いただきます、美味しいでしょ、美味しいです、ね、美味しいです、飲みすぎないように飲めばこんな美味しいお酒はない、うん、ありがとうございます、これ日本酒を傾けて大丈夫です か、 なんかワインは置けみたいなんじゃないですか、どうなんだろうね、ワインは置いて入れるじゃないですか、うん、このね、うん、今日飲んでるこの器がね、はい、あの近田自慢の、そうそうそう、ちょっと言って言って言っても言ったらこれですね、800万ぐらいするんでしょ、これ、ね、違う違う、これ言ったらはあの北欧の、うん、あの、なんですけど、フィンランドの、うん、これね、フィンランドの白樺を模したデザインのこう器なんですけど、うん、そう、北国の春みたいな、はい、そう、本当にそう、白樺、うん、あ、そうだ、うん、はい、言ったらなんだこれで、この、うん、イッタラのグラスもあのフィンエアーの機内販売で買ったやつです、うん、あ、フィンエアーの機内販売はね、いろんなものが安いんですよ、だからもう嬉しくて嬉しくて、うん、そう、現地で買うより安いからね、全然で安くて、うん、で、あのその時はフランスに行く、うん、あの本当コロナの直前ですね、うんうんうん、
本当にもうギリギリでまだちょっとなんとかプリンセスがあれがでちょっとあダイヤモンドプリンセスねがちょっと、うん、あの発症したかなぐらいの時で、うん、まだみんなうんっていう感じだったんでもう海外旅行行けたんですよ、うんうんうん、でそのフランスに行くあ の, のにあのフィンエアを使ったんですよ。でヒデコは、うん、もうフィンランドイケメンしかいない。まあヒデコ好みだったんだ。すごい元あスゾミたちはじゃあコロナの直前の年じゃない、うん、フランス行くにはスペイン行く時だ。神谷くんがいたから、うん、お父さんの友達の神谷くんも家族旅行についてきたんですよ、うんうん、で神谷くんとスペイン行く時にそうだでヘルシンキで乗り換えして、うん、もういる人いる人すべてがイケメンだっていうヒデコは、うん、お母さんまたフィンエアでいいって航空会社指定できたね。そうフィンエアでいい。そうイケメンしかいない。北欧の人はまた独特だもんね。そうですね、うん、あんまりさ愛想良くないんだけど、ね、顔形は整ってますよ。だからあの EU に入るときはなんかそこから行くみたいな、うん、ああそっからもうフィンエアじゃないとヨーロッパ行かねえぞみたいな感じ、うん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 、いいねお母さんも正直でいい。そう、うん、いやーみんな綺麗だったもんとか、ねうん、入国審査のさ人いらっしゃるじゃないですか。あの箱に入った、うんうん、あと もうお母さんずっと見ちゃったずっと見ちゃった。綺麗だな綺麗だなと思って、そん時もう行っていいって言ってんのに行っていいっつってんじゃねえか。その時お父さん何してたんだろうね。口開いた口開いてた寄ったもんだよ。ちゃんとなんかあの入国審査の時はちゃんと帽子取って、うん動かないよ。動かない。動くなって言われてる。そう今度舌出してって言えばいい。そう絶対出します。あるよね。出します。言われたら。孝太郎ちゃんは素直だもん。素直な人なんで。うん、でも一応あの入国審査の時は両親も先に行かせないと、うん、なんかほら私がもし出ちゃったら対応できないから、うん、とりあえず両親を先に一人ずつ行かせて、うん、であの父は家族の方に戻ってきちゃうの。うん、入国審査終わったのに。ダメだって。そう逆走でしょ。そう逆走するからみんな下手すりゃ捕まるよ。他の人たちもみんないいって感じ。そっち。別にねあの病院に診察券出してるわけじゃないから戻ってきちゃダメ。先行ってすぐ行くから先行って。いや面白いでしょ孝太郎。不安に言うんじゃん孝太郎ね。だからそれ今日孝太郎ちゃんちょっと声聞こえたよね。あそうですね最初電話で。なんかちょっといやあの最初電話出たのは孝太郎ちゃんだけど その後お母さんがなんか喋りながら多分お父さんの方に聞くような素振りで喋ってたんだけど。ああ元気が来たよね。なんかそうちょっと返事みたいな声がちょっと聞こえたんだよね。そうやって電話を使ってます、ね。でもお父さんは出てくんないだろう。お父さんダメ。ダメだろうね。そうあの母ちゃんって言って。変わっちゃうからね。うん、イッタラのクラスデザイン違うけど持ってるってさ、俺はイッタラ持ってないな。お高瀬さんが着物で正月っぽくていい番いいですね。やっぱりねあのお笑いヒットパレードとどこが違うかってこの着物の着こなしですよ先生方、ね、みんなあの七五三みたいな格好してね、あの着物に着られているお笑い芸人の皆さんいらっしゃいますけどね、我々はプチッとこうね、このままお弔いに行ってもいいっていうような格好じゃあんたダメ、俺は大丈夫だけど、はいはいはい、ね、そういう形で、うん、正月の、ライブをこれ私も黒紋付きだと相当画面暗くなりますよ、ね、そうだよね、うんうん、やっぱりいいよこの華やかで、うん、俺はさ今日は黒かなと思ったけどね、うん、はい、去年は小三治師匠、川柳師匠、炎上師匠、うん、柳家志門さん、うん、小犬さん、大好きな芸人さんがどんどん、なんだこれ、ちょっと待って、お隠れになり、うん、本当に残念でした。皆さんも名人の域に入られてきましたのでますます頑張って。入ってないどこが名人の域、域どこ域、入ってない、うん、いやでも多分こうやって自由に暮らしていくことがね、うんうん、あの大事なんだと頑張ってはいるんですよ、いろいろとね、はい、程よくね、うん、でもやっぱりね亡くなる方多いよな。多かった、そういう年だったんです ね、2001年と同じような、うん、今年はどうなるか分かんないけどさあ、2022年か、うん、今年はね、うん、2001年もね、たくさんの方亡くなった印象で、そう、2021年ね、うん、あ、その前の、あ、そうそう、だから2001年、2011年、2021年だ、なったですよね。だから2011年は男子師匠でしょ。あ、そうだ。で、2001年は新潮師匠、それから千之助師匠、文蔵師匠、あの広めの時パタパタって亡くなってさ、あとはあの教会の事務員とかいろんな人が亡くなって、うん、何なんだろうね。10年ごとになんか、うん、そしてほら
震災とかさ、うん、ね、それが911とかさ、うん、なんかね不思議なもんなんだよ。なんかね、でも去年はまあコロナ禍でも、うん、なんかね今年はどうなっちゃうんでしょうね。まあそれでもね、うん、楽しく暮らしていくことしかできないですよ、うん、そうだよ、それはもう僕らはね、うん、いろんなこと言いますけど、うん、基本的には皆さんに楽しんでいただこうと思ってこのライブもやってるしね、うんうん、ほんといい絵だね、自分でセッティングした絵をこう見ながら喋ってますけど。っていうか、うちですから、私んちですから。あんたのうち、いいうちだね、こうやって見るとね。うん、この写真はね、私がバリ島で撮った、自分で撮った。ほんと？なかなかいい写真じゃないですか。これ金撮れる写真じゃない？これどこで？いい写真撮れたなぁと思って。あ、そう。なんか家族が波打ち際をテクテク歩いてるのがね、うん、撮れてね。もう桜が咲いてんのよ、ここ。はい、桜も咲いてます、すごいね、はい、いやボタンさんのうちにね本当来たくなるんですよ。ぜひ、ま、折に触れて、折に触れてやろう、季節ごとに、ね、来週来たらもう本当に付き合ってると思われちゃうから、そのうちまたね季節ごとにやりましょう、うんうん、ね、いや今日はね、まあ、私の一人でやってる時はダラダラやってますけど、まあこんな感じでもうそろそろ終わりにしていこうと思うんですが、はい、ですね、用意してるの忘れてましたよ。料理の今ね、我々ね今日料理も食べながら、はい、まあやってるんですけど、もうなんていうの、6時くらいから食べちゃってんだよね。そうそうそう、だからもう後方あんまりないんです。だけどボタンさんがせっかく用意してくれた、料理があるので、それをですね食べる前にこのカメラで収録してるんですよ、はい、それをねちょっと皆さんに短い動画なんでご覧いただきます。ちょっと見てみてくださいね。多分これで出ると思います。行ってみます。どうぞ。あなたもどうぞってやらないと。どうぞ。ボタンさんこんにちは。はい、こんにちは。急に始まったよ。なんかね、はい、せっかくほら、なんか配信前にさ、飲み出して食べ始めるんだけど、なんか料理がなくなっちゃうとかさ、そうそうそう、ちょっと皆さんにご紹介しようと思って急遽回してます。はい。はい、お願いします。早速今日ご用意していただいた、はい、お料理の数々をご紹介ください。はい、紹介させていただきます。はい、まずはですね、こちら、鬼しめを作ろうとした結果、芋煮になった、何かわからない料理がこちらです。芋煮ね。まあ、うん、エモニ、山形ではエモニって言いますね。エモニみたいな感じで、はい、何かわかりません。煮てしめてあればみんな鬼しめですか。そうですね。ね、しめ、まあ、しまってるかどうかちょっとわかんないんですけど、はい、鬼しまらず、鬼しまらず、鬼しまら、鬼切らずみたいな感じで、いやいやいや、鬼しまらずです。美味しそうよ、でも。はい、そして、2点目こちらですね。これはですね、うん、もうスーパーでお一人様用おせちセットというのがありまして、うん、でまあ、この、伊達巻き、黒豆、栗きんとんで、それからかまぼこセットになってまして、でナマスはナマスで別で買って、うん、私がやったのはこれらを並べて、うん、こうローストビーフを、お花みたくくるくるくるってやったのが私がやったものです。あ、これなかなか、はい、でも盛り付けは素晴らしいんですね。はい、料理は苦手ですけど盛り付けは得意と。うん、そしてこれは何の変哲もない数の子でございますね。あ、数の子大好き、はい、私ギョラニスト、私も大好きです、数の子大好き。そして一番の、おすすめはこちら、バラの形に盛った、スモークサーモンですね、うん、これはトップバリューの安いサーモンですけれども、うん、これをですね一枚一枚くるくるしていきますと、うん、こういうお花の形になると。なるほど、じゃあ私もくるくるした方が、はい、くるくるしていただいて、私もくるくる回ればいいのかな。いや、いいじゃないですか、はい、これ私盛り付け得意なので、うん、新内の披露興行のね楽屋で出すお菓子とか、うん、あと今年もですねすでに元日から、うん、お菓子の盛り付けを、うん、はい、お師匠のうちでこうちょっとボタンちゃん、そのおつまみセットみたいなのあるじゃないですか、うんうん、ね、おかきとか、うん、クッキーとかチョコレートとか塩昆布とか、うん、あとなんか海苔が巻いてあってこう納豆せんべい、なんていうんでしょうね、よく見るんですけど商品名は誰も知らないっていう、うん、はいはい、巻いてある海苔で巻いてあるやつね、はいはいはい、お菓子とかああいったものがこう綺麗に向きがこう、うん、正しくなって、うん、で大きいものと小さいものとバランスよくこうファーってこうカゴに盛るって、まさに分庁システムで、はい、そうです。なのでこのあれでしょ、はい、本棚と同じようにね、そうです、そうです、うん、正面をこう合わせる、うんうん、素晴らしい、これがコツでございますんで、私は料理は苦手ですけど盛り付けが得意ということをご紹介させていただきました、うん、なるほど、綺麗。
じゃあ食べましょうか。食べましょう。いただきます。はい、おお、結構な尺があったね。はいはいはい、皆さん、コメントありがとうございます。いやー、いっぱいコメントいただいて、すごくないですか、今日の生放送。すごい、今日すごい。ちょっと V 入れたりとか、はい、すごいです ね盛り付けが素敵、ありがとうございます。ねえ、はい、いや、綺麗だったんですよ、もう食べちゃったからだ、はい、でもまだほら、このスモークサーモンはちょっと小さなバラぐらいになってるよ。そうそうそう。で、お皿がね、素敵、ありがとうございます。これね、実はこのお皿は、うん、あの花平の結婚式の引き出物です、うん、花ちゃんの。センスいいね、なんかね。いや、私もすっごい、こう、花ちゃん、あのお皿すごいいいねって言ったら、根岸のおかみさんが選んだって。あー。ねえ、根岸のおかみさんはどこにもこう、そうそうそう、なんていうか、関わっていて、関与して。関与してます。プライベートな、ね、あの生活に関与してくれて。良いですなぁ。でも、このお皿、ほんと可愛いから。可愛いね。で、あと、やっぱちゃんと、ニトリとか、イケアの皿じゃないのを使うっていうのも大事だなぁと、うん、あと、春のパン祭り。うん。パン祭りの皿も日本三大祭りの一つでしょ。あの、うん、山崎のパン祭りの皿もいいけど、うん、なんかちゃんとしたお皿っていいなっていう ね、うん、ね、しますね。豊かになりますよ、やっぱり生活がね、うん、ついついやっぱこれ辺とかやっぱ無印でね、普通皆さんも使う、うん、いや、こういう何でもないのもいいけど、そこの中にこういうのね、ちゃんとこういうほらちょっと飾りのさ、ね、葉っぱとか、はいはい、なんか染料ね、はい、染料の実が入ってたりするのも素敵だわ、はい、ね、良かったでしょね、私結構いい正月を送れてる気がいたします。まだまだだって正月っていうのがさ、まあ1月のことを言うわけ。そう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 、今は正月三が日ぐらいで正月終わっちゃう人もいるけど、うん、私たちは少なくとも二の関まではお正月20日まで。そうそうそう、1月20日までね、うん、ね、で本当言ったら31日か1月は31日まであるよね、まで晦日までお正月なんですよ。だからもうちょっと、まあ寄席も出ますし仕事もしますけど、うんうん、お正月気分をこう胸に抱きながらね、うんうん、飲んだり食ったりしながら行きたいじゃないですか、はい、ね、2022年、うん、でも締めにかかってますよ、なんとなくね、はい、うん、いや、でも、もうこの後飲む都合があるもんですから、皆さんね、今日はあのこの辺で失礼をしたいと思いますよ、ね、あ、いいと思ったら高評価ボタンね、それからチャンネル登録、え、そんなのあるんですか、うん、それから、ベルボタンって言ってね、通知がいく仕組みもあるんですよ。更新されたら、ね、もうあらかたご常連の方はそういうことしていただいてると思いますが、うん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 、たまたま通りかかった皆様、ぜひチャンネル登録などお願いいたします。また、クラブハウスはまたいつになったんだっけ、12日か、はい、12日の夜、今度はあの YouTube はありませんけれども、クラブハウスの方でまた2人でおしゃべりしますんで、はい、お出かけくださいませ、はい、ちょっと今ね、あの終わる感じにしてきますからね、はい、音楽をちょっと終わる、はい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 、ホタルの光をかけるんですよ、これね、こうやって入って、はいはい、それで、うん、そろそろ終わろう、お客さんもみんなほらね、終わりにありがとうございました、うう素晴らしいです、ね、みんな慣れてますから、素晴らしいですね、見てる方もね、はい、ね、またぜひ、私の方でもこのうちでまたライブね、一人配信したいと思いますんで、その時はまたゆっくりとお付き合いください。ということで、今日はこれでおしまいにいたします。おやすみなさーい。おい。